はい、始まりました。始まりました。今週金曜日も。やっていきますよ。やってきました。ライブバンクーバー。ショーでございます。アレックスです。よろしくお願いします。ちょっと配信をする寸前に、寸前2分前に。バタバタ。なんとか、パソコンがクラッシュ仕掛けまして、ちょっと遅くなりましたけど、今週も、やっていきたいなと思います、うん。はい。ステイホームになってからやたらとパソコンを使うようになって、うんうん、なんか負荷がかかってるわけではないんですけど、うん、ファンがやたらと回りますよね。うん。うん、あの、ファン、言うてるもんね。ファーってずっと言ってますね。うん、あと、あったかい。絶妙にポカポカするぐらいのあったかさにはなってますけどね。うん、この Google 広告の日本人男女募集中っていうのはちょっとめっちゃ気になっちゃった。これって、あ、試験ですか？うん、試験？あ、ごめんなさい。試験。はい。テストを受けると、うん、それなんか結局、イギリス。え、クリックすると、リッチモンド・ファーマコロジー。そう。リッチモンド言うてるけど、これ、イギリスなんですって。リッチモンド？うん。うん、うん。友人紹介。あなたが。なんだろうな、これ。いわゆるあれだよね。試験。ロンドン。そうそうそう。うんこんなところの Google 広告が。まさかの。まさかの。知見を通じて生まれるから、うん、あれですよね。モルモットになってくださいって言ったらちょっと語弊ありますけど。うん。薬試したお返しにお金あげますよ。うん。的なやつ、うんうん。昔ね、はいはい、知見ボランティアって、今もあるのかな、バンクーバーもあったんですよ。日本人の。で、一週間泊まり込みで、一週間とか二週間とか泊まり込みで薬のテストやって、うん、で、まあ、入院というかそこにいるわけよ。体調を測って、もう普段と変わらない生活をしてるわけね。はい、はい、はい。で、二週間ぐらいやって3000ドルとか4000ドルもらえる、治験バイトみたいなのがあって、はいはいはい、それをね、集めてたことあるね。へぇ、うん、でも、全部向こうが負担するんですよね。そう、もちろん。もうほぼほぼ全部に、住まいからなんとか食べるものまでとか全部。そう。で、治験ボランティアみたいな感じで、はいはい。やってて、当時の、うん、このワーホリの人とか学生の人とかで、うん、何人かやってたような気がする。なんか、治験だとどうしてもなんかちょっと危なっかしいイメージが出ちゃうんですけど、うん、なんか前聞いたことあるのが、うん、ビタミンが豊富な、まあなんていうんですかね、サプリメントミールみたいな。うんうん、普通のご飯の代わりに、これを食ってれば大丈夫みたいな。うん、ただその代わり、もう動いちゃいけない。え、どういうこと？ 30 日間ずっとベッドの上で横たわって、うん、それを、なんかそのミールを食べ続けて、かのバイタルをずっと、なんていうんですか、スタッツとして残していく。のがあったみたいですよ。な宇宙食の開発かなんかで、みたいなのは見たことありますかね。やっぱあるよね、そういう。うん、はい。まあその、ライセンスに引っかかるかどうかみたいなのはちょっとあるけど、うん。その、わかんないけど、うんうん、はいはいはい。その、手軽に稼げる。まあ言っちゃ、そうですよね。一発でドンみたいな感じで。うんうん、でもまあちょっとリスクがあるから、大金が入るというか、短期間でいっぱい稼ごうって大概怪しいじゃないですか。大概怪しいじゃないですか。マグロ漁船乗せられるかどうかわかんないですけど、うん。まあそういうのはあるかもしれないんですが、ちょっと今コロナでね、そこも多分できてないかもしれませんが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お過ごしでしょうか。さて、はい、今日もうん、まあいろいろ、はい。と、まあ、ライブバンクーバーの、その、うん、ライブバンクーバーの記事を、はい、まあ、読み解きつつ、うん、まあ、皆さんからのコメント、などをちょっと募集しております。はい、うん、で、また皆さんと一緒に話せたらなと。はい。前回も結構いろいろコメントいただきまして、はい、いろんな質問もいただいてましたし、うんうん、で、今回もぜひぜひ良ければ、またいろいろお話しさせてください。うんうん、そうですね。まあ、結構その他とかでもいろいろ配信を始める人とかが、うん、ああ、うん、ちょこちょこやっぱり、ね、増えましたよね。増えたね。うん、うん、うん、うん。ありがたいことに。うん、増えたし、その、うん、まあ、ズームを使って、まあ、ズームもちょっといろいろ、問題があったというか、うん、うん、ズームを使わないって、うん、使わないで、今になってマイクロソフトチームが見直されてきたね。うん。とかっていう。うん、あと本当に気軽に使えちゃうリンクだけで入れちゃうウェアバイってあるじゃないですか。うんうん、あれ本当楽ですよね。うんうんうん、何も、もう登録作業もすごく簡単で、Google のアカウントなんか持ってたらもう一発でいけちゃったりするので。結局あれも、
ジョインが自分ができるから、まあ、ズームとセキュリティ的に、その、前のズームと変わんないみたいな。うんうん、その、いわゆる、急に入ってくるテロみたいなのがあったわけでしょ、ブ、なんだか、な、まあ、リミテーションつけないと勝手に入ってこれちゃって、うん、声出せちゃったりするから。それで、なんかその、ね、うん、まあ、ニュースで見た限りなんで、はい、その、これが確実かどうかわかんないけど、うん、データをね、横流ししてた、どうのこうのって言って、であれた多分、我々が、その、うん、はい、飲み会とかでさ、うん、その、うんズームを使って、ズーム飲み会で、わー、お前面白いな、な背景こんなにして面白いな、みたいなことを、うん、その、やってることは何にも心配しなくていいと思うわけ。うん。何も漏洩にならないじゃないですか。うんうん、いや、例えばですけど、蝶さんが飲んでるビールキリンだったみたいな。うん、もういい、それはもういい、うん、いいとしてっていうところで、ね。でもその、なんか IT の会社の、例えばね、うんうんうん、その、幹部とか役員とかの会議にズームを使ってるとか、はいはいはい、その大事なこと、うんうん、政治のなんとかっていうのが、はいはい、ああいうのを、が漏れたらまずいっていう部分がやっぱりあるんだよね。うん、そもそもそのプロトコールのもとで使わないでほしいんですけどね。まあそういう意味で言えば、ズームはすごくやっぱり面白いなと思いますし、うん、はい、ズームを使って、ちょうどこの間、うん、ズームを使って、まあうちの子が、iPad で見ながら、はいはいはい、僕はズームを使って、背景をスーパーマリオの背景にした。バーチャルバックグラウンド。はいはいはい。そうそうそう。ズームのバーチャルバックグラウンド機能。ちょっとこれ面白いんで、ちょっと皆さんに見てほしいんですけどね。バーチャル背景なのかな、日本語だと。バーチャル背景。うん、これ、こうやって、ズームの会議で使う役立つ無料、あ、これ、マリオの。あ、すごい。うん、やつね。あ、しかもこれ公式じゃないですか。あ、そうそうそう。ツイッターで、ニンテンドースイッチマリオオデッセイの背景。ポケモン。ポケモンだ、うん。ポケモン。こんな感じですね。あ、ジブリも。うん、ジブリもやってるね。あ、やっぱみんな、ディズニーピクサーも。すごい、うん。こんな感じでですね。あ、ズームの背景。ああ、うん。ちょっと盛り上がっちゃいそうですね。そう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 。あれ、これ何でしたっけ？何の作品？ディズニー。なんか見覚えがある、うん。カーズですね。まあ、ピクサー、このおなじみのね。はい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 、はい。おなじみの、この背景ですね。これトイ、ね、トイストーリー、トイストーリーですよね。うん。とか、こういう。カールおじさんの飛んじゃう家でしたっけね。そうそうそう。これあれだね、インサイドアウトじゃなくて。インサイドアウトじゃなくて、4つの感情のやつね。はいはい、エモーション。ハッピーの人と。エモーション、ね。はいはいはい、エモーション。そうそう。あ、それだ。懐かしい。うん。はい。いう感じで、こう、たくさんですね。はい。ズームの背景あります。あ、ストツー、うん。ね。ストツー。うわぁ、うん。懐かしいですね。ここに、ちょっと自分が、その、遠くに離れると、はいはい、うん。はいはいはい、こう、遊べるわけね。バーチャル背景みたいな。この中になんか自分が入っちゃったみたいになって。なるほど。なんかそうそうそう。なんですか、合成じゃないですけど、うん、ちょっとそんな感じでできちゃう。できちゃうんでですね。わまあ、ぜひちょっとズームはなかなかそういう意味ではなんか面白くて。うんうん。でもこれ嬉しいですよね。いろんな、言ってしまったら、もうジブリさんもそうですけど、うん、これに合わせて出してるので、助かりますよね。うん。うん、こういうのよくあるね。こういうなんか、はいはいはい、その、スポンサーが後ろにあるやつで。はいはいはい。ソフマップ。こんな感じ、こんな感じ。こんな感じね。もうなんか一気に WHO がなんかチープな感じになっちゃうんですけど。いう感じで、そう。できちゃったりとか、あとは、個人的にはマーベル。うん、あすごい、マーベルスタジオの、マーベルの。あ、ワガンダ。あ、ワガンダね。ワガンダですよ。ワガンダフォーエバーですよ、これは。もう、みたいな感じで、こうやって。はい、これドクター。ドクターストレンジね。はい、これラグ、あれですね。ソウのお家ですね。ソウのお家ですね。ソウのお家。なんか名前が出てこないんですよ。名前が。いう感じで、ズームはですね、バーチャル背景がたくさん。ポテト、うん。これいいね。うん、これ、うん。これ多分、言ってしまったらなんですけど、今一気に、この、ありがたいことに、ズームを使う人が増えたと。いうところで、うんうんうん、もういろんなところが、今、ケンタッキーさんはフライで。ケンタッキーさんがフライを出してたと。いうあれこれじゃなくて、これ牛角肉が食べたい。私はタレ派。肉が食べたい。これすごい正式なっていうか、なんか打ち合わせの時にこれ使ったら一気に和みますね。うんうん、私はタレ派、うん。
そのうちなんかでもそのうちっていうかもう多分あるんだろうな。はい、ズームを使って、背景を、そのスポンサーにしてさ。はい、あ、で、アフリエイト。うん、アフィリエイト。はい、はい、はい。全然ありえますね、うん。そのうちに。チキンはどの部位で作るか悩んでいるので、まず、ケンタのポテトから。悩んでるんかい、うん、そのうちね、そのうちチキンの背景もやってくれるんだろうね。ああ、いいですね。茶色い系の背景。すごいな。ちなみに、皆さん、もし、ズームを使うとしたらどんな背景を使うかぜひ教えてください。もし、なんか、おすすめの背景とか、こんなんあったらなーっていうのがあったら皆さん教えてください。これ本当、なんかすごい真面目な打ち合わせしてて、うん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 、クライアントさん後ろポテトだったら、なんか、なんかお腹空いてきちゃいますよね。そうですね。あ、そっか、そう。こっちにファインダーが出ちゃいましたけど。じゃあ大丈夫ですよ。ね、僕の背景の。あ、すごい。皆さん、今いろいろ見てくださってます。ありがとうございます。何人ぐらい？今、29人、うん。あ、すごい。たくさんが、たくさん。あ、ほんと？ケン、ケン、うん、カジさん、たくさん。あ、僕の、これですね。そうです、そうです、そうです。これ。すごい、スーパーマリオバックグラウンド。うん。これがなかなか。今、ゲーム機が売れまくってますよね。うん、あ、スイッチ。そうだね、そうだね。スイッチ全然ないよね。全然ない。ニンテンドーまた作ってるとかって言うけど、やっぱりみんななんかやっぱり家にいたいから、うん、ゲームやりたいんだよね。結局もうすごい売れちゃって、うん、どこもないと。うんうん、ライブバンクーバーのスタッフも、欲しい欲しいって言ってたじゃないですか。うんうんうん、ちょうど2週間前ぐらいですよね。うんうん、で、もうその時まだギリギリウォルマートあったんですけど、もうないです、完全に。アマゾンで。はい、はい。ニンテンドースイッチ。完全にプレミアム、プレミアツイッチ。やるとですね。わお。ないないない。あ、値段すらない。ない。転売防止、うん、でも、うん、こっちにユーズ&ニューで、ほら、600ドルとかになってる。750ドルとかなってるね。うわぁ。ニンテンドースイッチ。これほんと下手な話ですけど、スイッチにこだわらなくても、うん、やりたいゲームによっては、普通に Xbox とか、プレイステ買えばいいのにって思っちゃうんですけどね。うん、ね、うん。うん。そこまでして欲しいかな。いや、もうほんとぶっちゃけこれで動物の森やるんだったら、もう。動物の森。あ、動物の森流行ってんだね。そうなんです、そうなんです。リアルに600ぐらいで動物の森できますって。うん、現実の世界で。うんそのゲームとかじゃなくて森にも行けるし600ドルあって、うんうん、森にも行ける行ける行ける動物はもうリスもカラスも個人的にはプレステ4が欲しいなプレステ4あでも5出ちゃいますから ね、あ5ね、はい、なんかつい先週にコントローラーがこれになりますプレステの5つって出てきてて、うん、モーバッシングじゃないですけど、うん、Xbox やないかいって突っ込まれてましたね、うんそうなんですけど。まあ、ゲームが売れてる。はい、自宅ゲームが増えるとやっぱり使うものがっていうのがありましたけど、うん、自分も本当に今回自宅ゲームになってから、なんて言うんですかね。あれ、導入しました。なんつうモニターをずっと使ってたんですけど、やっぱ首が疲れちゃってて、うん、モニタースタンド、うん。モニターをちょっと上にかさ上げしてくれて、こう、ティルトとかもいろいろ対応できるような、やつ入れたりとか、うんうん、ベストバイさんはやっぱ結構売れてるみたいですよ。モニタースタンド。スタンド。モニタースタンド。うん、あ、そうそう、こんな、そういうやつ。アームのやつ。こういうやつ。それでそういうやつね。こういうやつ、こういうやつです。で、なんか賢いんですよ。昔だとクランプとか、こうネジしないと固定できないじゃないですか。うん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 、今中のサスペンションがガスになってて、うん、もう持ち上げたらそこで固定するんですよ。うん、で、また動かしたら固定。ここにも木じゃあね、25ドルと100ドルと300ドル。300ドル。これ見ちゃったんですよ。ああ。そう。300ドルがあれですよ、サスペンション付きの。やっぱり YouTube なんだね。そう。そう検索してもね。で、本当に使ってる方がいらっしゃるわけですよね。うんうんうん、だから本当に、あ、この人ね。そう。うん、何このモニター？うわあれですよ、サムソンのワイドのやつです。カーブド、カーブド。なるほど。で、まあ、すぐ YouTube プレミアムってここ出てきて、ね、もう今 YouTube 見る、その頻度も高いからさ、うん、はい。これ、うん、やりそうになるよね、これ。うん。なぁ、つって、うん、広告がないと思ったら。そう。まあでも意外と広告もちょっと面白くて。なんかちゃんと作り込んで、うん、あ、コメントいただきました。ありがとうございます。はい、設定オンで登録させていただき、おー ありがとうございます。ありがとうございます。貴重な情報提供。そうね、ライブが始まったら、はい。ゆりさんね、ありがとうございます。ありがとうございます。
これ、ライブが始まったらお知らせしてくれる機能とかあるのね。うん、そうなんです、そうなんです。もしよかったら、これ、そんなしつこいね、ニュースレターとかではないので、うん、皆さんよければ、ぜひぜひ登録してください。お願いします。ね、有益な情報って言ってるのかかわらず、ちょっとモニターのことめっちゃ紹介しちゃう。モニターのめっちゃ話してますけど。モニターの話してますけどね。はいはい、いうことで、まあ、こんなのもありますよ、ということで。ね、まあ、普段の生活で、うん、もうだって1ヶ月でしょ？もう一ヶ月。もう一ヶ月ですよ。ロックダウンから。だってね。我々一番初回の3月20日の、うん、なんていうんですか、その、ライブバンクーバー第1弾の時は、まだギリギリ OK でしたからね。うんうんうん、人といて、まあ一応、その、ステイ、ソーシャルディスタンスがそこまでこう、フィジカルディスタンスとかっていうわけではなかったんですけど、うんうんうん、今完全にもう、うん、そうですね、罰金とかも出ちゃってますしね。そうね。うん、うん、うん。なんか、その、車に、二人で乗ってたのかな、知らない同士で。うんうんうん、とにかく皆さん気をつけてくださいね。ツイートでも、うん、確かあったんですけど。なんかオンタリオだけっていうわけではないみたいですし、うん、原則やっぱりソーシャルディスタンス、うん、なんか同じお家に住んでるんだったら、まあ、良いとして、ただ同じ家にも住んでないにもかかわらず、うん、車の中4人とも全員住所が違ってて、うん、っていう風になるとダメよ。うん、そうですね、うん。そうですね。はい。で、それで、罰金1000ドルとか取られる。1000ドルの ?1000 ドルとか、1000ドル。多分その、不要不急なのか、まあ、必ずの警察が不要不急かどうかって聞くことはないと思う。うん、ただなんか、ツイッターとかで出てるのを見ると、うんうん、やっぱ住所確認するみたいですね。うん、ID とか確認して、うん、で、やっぱ ID は嘘つかないわけですが、はいはいはい。うん、まあ、あるいはここに ID の住所ではないけど、ここには住んでることが証明できないと、ダメよ、うん、っていうところですね。はい。うん、今日パソコンがシューって言うてるな。めちゃくちゃファン動いてますよね。ね、ね、うん、再起動しといた方がよかったかな。もう前、マイクから聞こえてくるこの、ヒョーっていう、うん、ヒョーっていう、うん。マイクが、ね、まあ、いいマイクというか、ある程度拾ってるんで、うん、このシューが雑音になってなければいいんですけども、うん、聞いてる人はわからない。わかりますかね、大丈夫ですか。はい。という感じですが、はい、で、ライフバンクーバーも、うん、ライフバンクーバーの方でも、とりあえず今ぼちぼちいろいろ記事上げてます、うん、で結構、やっぱり前回とかもいろんな解説してきたじゃないですか。サーブだったりとか、はいはい、そうですね、BC 州のネットワークプレイヤーでトルドーさんばっかりだけどね。そう、もうね、うん、なんか皆さんこの記事のここがわからないとかでもいいですし、うん、気になることあったらぜひ聞いてください。自分たちもできる限り一緒に、うん、サイトとか一応自分たちの記事って基本ソースがついてますから、はい、元のネタはちゃんとそのガバメントのものだったりとか、うんうん、ジャスティン・トルドーさん首相のね、はい、ジャスティンさんの広報のホームページとかオフィシャルサイトから繋いでたりしますので、うんうん、気になることがございましたらまた、はい、ね、なんかまだまだ支援策どんどんなんか進化してますよね。うん、そうね、そうね、うん、どんどん具体的になってるし、うん、まあ今日もここの前にちょっとそのね、はい、飲食店のオーナーさんとかちょっとやっぱ話してたら、うん、もうとにかく家賃が死にそうだと、うん、運転コストかかりますからね、2万ドル、うん、うんうん、やってるんだけど、まあやっぱビジネスの部分で今、うん、本当にネックになってるのは、うん、はい、その、まあ売り上げが減るっていう部分もあるけども、うん、やっぱ家賃の部分にかなり、うん、まあ宿泊してる部分があるんじゃないかなというところですね。はい、うん、はい、まあちょっと記事をちょっといくつかまたちょっと読み解いていきたいなと思っておりますけども、はい、まあこういう部分に対して、その記事に対してこんなコメントがあったりとかですね、うん、まああとはコメントしづらいとね、みんな多分ね、うんうん、見てる、じーっと見てくれてる人は見てくれてるんですよ。もちろん。だけど、やっぱり、その、自分の名前がやっぱり出るから、うん、コメントしづらいっていうのはちょっとあるみたいですね。はい、はい。で、ある人は、まあ、ツイッターで裏垢でも作って、もらってですね、ライフバンクーバーのツイッターですね、うん、ライフバンクーバーのツイッター、一応これの小告知のところにも入ってる感じ、ね、うん、やっぱログインしないと見えないのかな。ライフバンクーバーのツイッターにですね。あ、またやっちゃった。これね、言われたんだけど、はいはい、パソコンの画面を、こうやって配信してるじゃない。はい、そうすると、見てる人、パソコンで見てる人がいるのね。おー、なるほど。パソコンで見てる人がクリックしそうになった。なんかスクロール。下の画見ようかなみたいなね。俺がこうやってスクロールしないといけないんだけども、はいはい、例えばじゃあこれをクリックしますと。
うんうんうん、クリックして、この下が見たいだけに、はい、自分で思わずスクロールしちゃった。はい、スクロールならないじゃん、みたいな。これ多分ね、一番臨場感がある場合っていうのが、皆さんフル画面で見ちゃうと、もう完全に自分のデスクトップに変わりがないんで。うん、そうなんです。だからもうすぐスクロールしようとしちゃう。クリックしちゃう。リンク開こうとしちゃう。言うん、みたいな。さあ、うん、そう、話があれ、それあ、でも多分今ちょうど出てる、画面出てるのが、うん、これが一番今、うん、まあ話題というか、今週の結構ビッグニュースかなとは思う。これ、ツイッターですね、ライフバンクーバーのツイッター、はい、これでーす。これでーす。ラ、まあそのままライフバンクーバー。ラって出てますから、ね。ラって出てますね。ラって出てますよ。うん、これちょっと皆さんにこう出すのライフバンクーバーって、うん、まあ L と V が大文字で、うん、ワンワードなんですね、実はね。みんなね、ライフスペースバンクーバーっていうところです、はい。これね、ワンワードでライフバンクーバー。ライフバンクーバーでございます。ってます。こんな時にさらっとちょっと。さらっとね。あと、まあ、アンケート、ツイッターでもやってますんで。うん、あ、ぜひぜひよかったら、ね、うんうん、クリックしてね、あの、はい、宝くじとか当たるやつじゃないですけど。うん、当たりませんけど。はい、うんちょうど見ましょう。今、自分気になっててこの結果なのかなと思ってたんですけど、うんうん。アンケート、まあ、その、外出自粛の中、はい、皆さんおすすめの過ごし方、ライフバンクーバーに教えてくださいと、コメント大歓迎ですって言ってコメント、うん、あ、これね。すごいなぁ。来てくれてますね、こうやってね。はい。うん、結構、どれぐらい、はい、139票。おぉ、嬉しいね、こんなにくれるとね。3桁ですよ、3桁。うん、俺個人でやったとしてもシーンなのにね。ええーうん、そのうち自分の裏垢とかね。そうそう。裏垢とかね。やりそうね。うん。寂しすぎて。寂しすぎてね。さてさ。まあまあ、勉強に時間を当てている30%。はい。まあ、家族や友人と、過ごす時間を大切にしている。うんいるうん、この機会にテレビ、映画やテレビをたくさん見ている。やっぱり、なんかこれのために結構いろんな配信サイトとかもすごい、特典じゃないですけど、あの漫画とかもね、無料でみたいなことをやってるところもあるので、そうなっちゃいますよね。そうね。いや、まあ、というかね、全部なのよ。うん。勉強に時間を当てるし、うん、もちろん。家族や、まあ、友達と過ごす時間をもっと大切っていうのも、その友達っていうのはね、どう過ごすかっていうのもあるけどね。うん。多分、ズームの飲み会とかね、スカイプの飲み会とかっていう話も、今はすごいホットですよね。ね、そうですね。うん、うん。あと、スカイプの、この間見てすごい笑っちゃったのが、スカイプで、字幕起こし、ほう。みたいな、機能があるんですって。スカイプの？そうそうそう。だスカイプで。で、なんかその機能を、ごめんなさい、自分も聞いたとか見た話なんで、なんとも言えないんですけど、うん、だからやっぱ、まだ、100% じゃないじゃないですか、はいはいはい、音声が。日本語で話ですごい面白くなっちゃうと、うんうん、字幕が。で、それでまた一ネタ、飲みのネタで、みたいなことを言うてますけどね。あ、コメントいただきましたよ。はい、いただきました。はい。はい、うん、地域別にランチテイクアウトをしてる。あー、うん上げてくれると助かります。あ、なるほどね。わかりました、ね。そうですよね。うん、うん、そうですね。うん、うん、うん。それこそ、バンクーバーとバーナビーだと全然ね、勝手が違う。違うしね。うん、その、まあ、ウーバーイーツとか、その、うんうんうんね、ドアダッシュでも出てくる、はい、出てこないっていうのがいろいろあると思う。そう、そうなんですよ。なんか自分も結局一番最初参考にしてるのが、うん、ドアダッシュ、あ、じゃなくてウーバーイーツ、うん、先に見ちゃいますね。うん、結局。あすごい、ここはいけてるというか、ウーバーイーツやってるとこ大概はテイクアウトできるのかなと思っちゃうんですけどね。うんうんうん、そうですね。うん、うん、うん。でもあれ、その、ウーバーイーツって、そのやっぱ手数料を、そう。結構取ると。そう。うん、ごめんなさい、これ手数料って実は二重の意味で、使うユーザーからも一応、取るじゃないですか、うん。ただじゃないと、デリバリー。うちらが頼むと、うん。デリバリーフィーとサービスフィーみたいな。まあ、ローカルはデリバリーフィー無料とかってなるけど。そうですよね。多分、そうね、つい最近頼んだやつのオーダーがあるので、うんうん、それがですね、多分ちゃんと載ってるんですよね。サービスフィーっていう名目だったはずだと思うんですけど、はいはいはい、実はこれただただ、なんかお店さんからしたら何も変わらなくて、うん、お店さんはただただオーダー作ってそのまま売り上げを上げてるかって言ったら、そうじゃないんですよね。そうね、そうね。実は。なんかね、飲食のオーナーさんとお話をする機会があると。そう、だからウーバーイーツ自体が、うん、まあ、その、うん、15%、20%、うんうん、30% みたいな、うん、はいはいはい、感じであるそうなので、まあそこが、レストランからすると、ね、はい、結構、うん、うん、
やっぱサービスフィーって出てかかると、うん、いうことで、実際にみんなが払ってる分と、うん、そのレストランがもらう部分っていうのは結構ギャップがあるんで、うん、まあ、そのレストランの言い分としてはできたらテイクアウトしてほしいな、みたいな。本音としてはね。ね、もちろん、うん、もちろん、あの、ウーバーイーツを使ってくださるだけでも、売り上げとしてはありがたいと。うんうんうん、ただ、もしできるのであれば、あの、よく店舗さんとかに、あの、ホームページとかで書いてあったりするんですけど、うん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 、あの、to go をする、で、デリバリーのオプションじゃなくて、うん、ピックアップ、アットフロントオフザストアみたいな、はいはい、特になると 10% オフとか、はいはいはい、それでもいいんですよ、言ってしまったら、うんうん、なんで本当にあの応援したいレストランというか食べたいレストランがあって、うんうんうん、で自宅勤務になると皆さん太りがちですよ、うんうん、動かないから自宅系みたいね、ね、ね、うん、ってなっちゃったりするのも良くないので、もし、うん、あのあまりあの外行ってくださいとは推奨はできないんですけど、うんうん、近所のあそこだよっていうことであればいいのかなとも思いますけどね、うん、そうですね、まあそのウーバーイーツのあのこのね、うん、これレシート、あの、実際のレシートを公開しまーす。ででん。豚マヨ。そうですね。豚マヨ with 味噌スープで $9.95。で、これダブルミートカレー with 味噌スープ。これアレックス食べたでしょ、これ私食べましたね。エビ天の。はい。これまだオフィスが大丈夫だった時に、ね、皆さんでね。エビ天ボール with 味噌スープが$12.25。はい。で、サブトータル$36.45に対して、サービスフィー。10% ですね、これ。うん。10%。うんうん。オーダーのね、サービスフィーが 10% かかりますよと。あちゃ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 。で、それに、これローカルだからデリバリーはタダなんでしょ？うん。デリバリーは一応ね、うんうんうん、一応、その、ただですが、しかし、ここでまあタックスもかかるな、タックスとチップがかかるみたいな感じで、うん、そうすると、結局、サービスフィー、うん、まあタックスはあれ、チップも、まあまあね、うん、そのデリバリーしてもらう分にかかる、かかる部分っていうと、やっぱりこんだけになる。けど、お店に入るのは、なんと。多分$36.45から、また20% ないし 30%。これまあレストランの方でもし見てる人がいたら実際どれぐらいなのかっていうのを教えてくれたらいいなと思いますけども。うん、下手するとやっぱ20% と 30% 取られると、うん。そうすると10ドル近くになるわけよね。うん、そしたらお店に入るのが26ドルになっちゃうという。うん、お客さんは45ドル払うのに、うん、45ドル、46ドル払うのに、うん、お店に入ってくるのは26ドル。うん、結構そう、これはね、ね、言ってしまったらお店が、もうやむを得ずに、その10%、15% オフをしてるのにもかかわらず、うちらが Uber Eats で頼んじゃうと、その恩恵を受けないし、プラスアルファでデリバリー代とか、ごめんなさい、これね、Uber Eats を叩いてるわけじゃなくて、ただお金の話。ありはないですよ。そう、ありだし、ちゃんと届けてくれるし、で、めっちゃトラッキングもできるから便利なんですが、まあ便利には対価があるというところで、なんかここがね、その、マクドナルドとかさ、A&W だとかさ、大きいチェーン店だったら、話は、ね、まだ、そういうデリバリーフィーとかサービスフィーがあるんだけども、ローカルで1店舗、2店舗でやってるところが、その、ね、家賃もきついのに、で、なんとかその、その輸送も微妙なところで、いや、でもやろうと。その、やってね。で、しかも、その、食べに来たら、ぶっちゃけお皿に出して、はい、どうぞでいいわけだけど、その、トゥーゴーにしないといけないから、ね、その、器ね、容器もいる。そう。で、袋もいる。それから、その、オーダー受け付けた時の、その、いろんなね、その、余計なものもかかるし、いうことで、たくさんそれがかかって、上にさらに、こんだけ取られるっていうのは、なんかね、ちょっと考えてたら、むごくなっちゃいますね。ちょっとそうだね。そう。だから、まあ、できたら、その、まあ、これはね、外に出る出ないをその推奨するでは ないですけども、その、もし、その、テイクアウトができるんだったらね、皆さん。もしくはね、そう、どっか、買い物ついでにピックアップできるんだったら、うん、日本食ないし、その、ローカルのお店はね、そうしてあげると、オーナーさんも喜ぶんじゃないかな、というふうに思います。今、マリコさんからコメントいただいたんですけど、日本の食品をデリバリーしてくれるサービスありませんか、ありませんかと。富士屋とか。ちょっと待ってね、先に出てもね、ランチテイクアウトの部分ですけども、ある程度要望は来てます。で、ライフバンクーバーとしても、はい、もっとランチのテイクアウトをできるところの一覧とかですね、うん、まあね、ネット上、Facebook とか、インスタグラム、はい、いろいろ、まあ、各店舗も宣伝をしてますんで、そこで見てもらうのが本当にいいんですけども、うん、ライフバンクーバーもできるだけそのリストアップをできるように、うん、もしくはそういうようなトピックがあれば、うん、出せるようにはしていきますので、はい、まあ、まずは今は、日々日々変わっていくニュースを、
まあ、読み解くというところとですね、はい、まあ、普段の我々のその仕事で、うん、まあ、ちょっと精一杯の部分もありますけども、でも、うん、できるだけリストを作る。あくまでもライフバンクーバーとしては、やっぱりエッセンシャルビジネスであり、はい、メディアとして、はいはい、多くの人たちに、まあ、実際今公表されている、うん、まあ、意訳にはなりますけれども、うんうんうん、こういう情報をいち早く日本語のコミュニティだったりに届けるっていうのが、うん、まあ、ちょっと最優先になりますが、あ、その中でもちゃんとね、あの、ご飯の情報だったりとかも入れていきたいと思ってます。はいはい、思ってます、はい。はい。はい。で、そうそう、日本食品をデリバリーしてくれるサービスありませんかって言うんですけども、うん、ね、一つニュースね、はい、バンクーバーで言うとコンビニ屋さん。お、コンビニ屋さんがなんとデリバリー無料で、やってるらしいですよ。お、あのコンビニ屋さんが。そう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 。へー。コンビニ屋さん聞いてくれてないよなぁ、きっとね。オンラインショップ Now っていうことで、はい、コンビニ屋さんがオンラインショップを、うん、やっています。へー。Facebook、多分デリバリー無料とかって言ってたような気がするけどな。めっちゃいいじゃないですか。うん、うん、もっとなる。コロナに負けるなセール第2弾。Facebook、うん、上がってないの。インスタ？うん、うん。コンビニ屋さんのデリバリー情報もしご存知の方いらっしゃる。教えてください。はい。ちょっと違うの見ちゃったやつ。うんうん、なんか、あの T&T も今オンラインショッピングして家まで配送してくれるんですよ。うん、あ、そうそうそう。T&T ね。これ、鬼のように使う。だって T&T 結構日本食ありますよね。うんうん、T&、うん、あの、コンビニ屋さんもね、米とかね。うん、すごい。いや、うん、やっぱね、一番できるんだったら、もうコンビニ屋さんからデリバリーしてもらうのが一番嬉しい。うん。藤屋とか泉屋は、どうなんですか、うんうん、まあでも、もしその藤屋、泉屋でデリバリーしてほしい人は、うん、今のところ僕のおすすめはバンディーマン使ってくださいっていう。あ、そう、ツイッターの。ね、ツイッターでハンディーマンさんが、うん、毎日毎日走り回ってるみたいなんで、うん、その、まあ、チップと謝礼みたいな感じで。やってますね、あそこ。うん、ねえ。そうですね、青すき焼き肉。ね。450g で10ドルっていうのは、安いよね。うん、豚肉薄切り 450g で、あ、いや、じゃあ1キロで13ドルってこと？いくら、うん、あ、まだちょっと主婦じゃないから分からない。ちょっと感覚が。ちょっと、あ、ちりめんじゃこ。ちりめんじゃこね。はい。これもう熱々のご飯の上に。マサゴを買うっていう体験をしたことないけども。マサゴだけ。サバいい、サバ。サバ。うん。うん、これ3ドル99、ね。もうこの間、T&T とかでもそうなんですけど、やっぱり、ね、うんうん、お魚食べたくなっちゃいますね。うんうん、どうしても。あ、ありがとうございます。先週サイトを見たときにコンビニ屋さんデリバリーしてなかったのですが、始められたのですね。ライバンクーバーで死にました。ありがとうございます。ちょっとね、今、100%、はい、その、デリバリーが、の話が今、確定はされてないですが、うん、らしいですということが、今、ちょっと聞いてますんで、はい、これ確認します。確認します。はい、もし、情報をご存知の人がいらっしゃったら、してください。はい、T&T は、なんとなんと、これもスーパーマーケット。あ、もう T&T 入れたら一発で出てきます。あ、ほんと。トロントにはさ、C&C っていうのもあるんだよね。そう、イングリッシュ。イングリッシュ行きましょう、イングリッシュ。イングリッシュ。チャイニーズでもいいよ、チャイニーズ。うん、あ、ポスタルコード入れろと。うん。V6B。で、1P2。これだとあれですね。チャイナタウンのやつが一番我々は近いかな。あ、これね。うん。はい、あ、多分在庫情報とかを。うん。あかね、あ、来た、来た、来た。多分、今、すごいボリュームでみんなが見てると思うんですよ。うん、あ、ほんと。これをオンラインでオーダーしようと。ほんとだ。We've been experiencing high volume of order. そう。So your orders may be... ほんと、Your order may be delayed for application 1 to 2 weeks ってどういうこと？え、やばい。生鮮、あ、まあ、ここでオーダーしたものが届くのには、ちょっと時間が、かかりますせっていう。え、これ下、ちょっとスクロールすると、何売ってるのかという。と、はいはい、まあ、いつもの T&T よね。うん、いつもの。あ、やっぱあれだ。賞味期限が厳しい系のものは置いてないのかな。いや、これだって賞味期限が厳しい系でしょ、この。あ、こんなないの？それ何です？わかんない。上海イーメン。あ、あ、はいはいはい、乾麺だ、乾麺。乾麺。乾麺です、乾麺。さすがに、ネギとか売ってないですね。うん、うん、そうね。とろ、あ、来た、とろけるカレー。とろけるカレー。あ、すごい、サンマの缶、うん、サバ缶とか。あー、T&T ね。ね。ちょっと高いんですよね。まあまあするよね。だってこれ、キットカット、これ大人の
グリーンティー。うん。この、日本で言ったら。これいや、じゃこれね、セールとかで4ドルとかで売ってると思う。あ、マヨネーズの値段見るとわかるよね。おっきた。キューピーマヨネーズ。7ドルか。うんうんうん。まあまあまあ。あ、マリコさんが。ハンディーマンの情報もください。はい、なんか、あの、ツイッターのやつでいいんですよね。うん、そう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 。そう。自分はあそこでしか見かけたことないんで。ツイッター、じゃあ、ツイッターで、ベベン。そっか、すごいなぁ。色、出前一丁。この間、札幌ラーメン買っちゃったんですけど、やっぱり、うん、あれ、バター入れると美味しいで、まあ当たり前なんですけどね。当たり前なんです、ね。これですが、バンクーバーのハンディーマン。買い物代行デリバリーしてます。そう。はい、ツイッターに。で、今やってくれてる。あ、すごい、フォロワーさんも結構増え、だって最初見た時あんまいなかったですよね。そうね、260人いるね。マリンドライブの T&T で買ってまーす。コスコに行ってまーす。お、コスコマニアだよね。うんうん、うん、うん。めっちゃ並んでますよね、コスコ。結構なんか応援してんだけど、こう。うん、うん。いや、でも、なんかこういうタイミングで、なんて言うんだろう。やっぱり、その、お仕事もできない方も多いじゃないですか。うんうんうん、で、その中で、ワーホリの方なのかな、うんね、あ、ワーホリだ、ワーホリ、ワーホリ。だから、コロナのせいで職がなくなって生活に困っています。まあ、仕事なんですそう。ただまあ、車があるから、動い、うん、あるというか、うん、うん。で、動いてるからっていうところで、すごいな。そうですね。こういう時だから日経ビジネスで応援しましょう、うん。皆さんで応援しましょう。ね、うん、T&T。まあ、藤屋、泉谷、まあ、日本食のデリバー。やっぱり外に出るのが、うん、外に出るのが対し怖いというだけじゃなくって、はいはい、あの、うちの、うん、うちの、はい、スタッフも一人、そうなんです。喘息。うんね、ああ、もともとね、春、うん、花粉とかもありますしね。うん。うんうん、だから、その、喘息だから、あの外に 出づらいと、うん。外でごほごほやれないと。もちろん。まあ、今でこそあんま出るなみたいな感じなんだけど、ちょっとほら、うん、外危ないなという 2、3週間前ね。ちょっとね。うん、そう外で電車でちょっと咳してたらちょっと、みんなも。そうそう、特にアジア人だからさ。うん、マスクしてごほごほやってたらお前、うん、危ないよみたいな、ねうん、いうのがあったから出にくいっていうのもあるし、はい、当然、はい、うちの子もそうなんですけども、学校がやってないから、うん、そのお母さんが一人ね、うんうん、その一人だったらまだいいけどさ、男の子のガキンチョが2、3人やいのやいのやってたらさ、はい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 、それをわざわざ連れて、うん、その外に行けないじゃない。そうですね。ね。ね。こればかりはもう。で、車なかったらさ、うん、米も買えないしさ、うん、そういうのはかなりやっぱり便利みたいですね。うん、結構、その、うん、まあ彼だけじゃなくって、もう他にも買い物代行とかを、はいうんそうなんですやってくれたりとか、あとね、スーパーストア多分、ハンディーマンさんが日本語でやってくださってるからっていうのはあるんですけど。うん、かもね。うん。英語系 の英語系は結構あるみたいですね。うん。なので、皆さん活用。あ、はい。すごい。コンビニ屋さん電話で聞いたら、うん、昨日からデリバリー始められたと。じゃあ、確定ですね、はい、これ。はい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。また新しくごめん。日本食のデリバリーだけでなく、ね、配送はしてそうですか、うん、田舎に住んでるので。うんうん。おそらくデリバリーの対象地域には入らないと。あ、これこそバンディーマンに頼んだら車で行ってくれるかな、うん、どこでしょう、ね、やっぱり田舎になると BC 州の。いや、ケローナとか。ああ。1日かける。でもこれって思うんだけど、うん、日本食を、うん、そのネットでさ、うん、例えば、はい。わかんない。これは、話してみないとわかんないけども、うんはいはいはい。ネットでケローナの人たちがみんなで盛況みたいに、あ、なるほど。一緒に。コンビニ屋さんとか T&T とかのやつを、ズバーっと買って、うんうん、で、それを、一日こう持ってくみたいなね。はい、なるほど。なんか、小口だと厳しいかもしれないけど、盛況盛況。コープスタイルで。うんうんうんいやちなみにですが、うんうん、もし、よければですが、どこら辺なんでしょうこの田舎というのが、はい。ちょっと気になります。もし、はい、教えていただければ。バンディーマンさん、ちょっと聞いてみたいですね。お世話になってますということで。ありがとうございます。すごいね、やっぱりね、うん。使ってくださってるんですね。ね。うん、すごいな今日もどこかを走ってバンディーマン、みたいなね。コマーシャルできちゃうんですね。そのうち、こう、歌でも、このビデオでも、YouTube ね、うん、配信でもすればいいのかな。うん、バンディーマンさん。今日も配達してまーすみたいなことやってんだろうね。いや、でも、バンディーマンさんこれやってるやつ言ってしまったらですけど、
ちょっとね、自分もリスクにさらすとは言わないですが、うん、やっぱそれはね、うん、皆さんの代わりに動いてるっていうのもあるので、ウーバーイーツもでも、やっぱりかなり、そのウーバーイーツとかそのデリバリーパーソン、うん、あとは、まあ、UPS だったり、カナダポストだったりとかっていうところも、はい、コンタクトレスということで、かなりやっぱ気を使ってるみたいね。めちゃくちゃ気使ってますよ。うん、あの、渡すときにこう、ちょっと置いて、うん、はい。ずっとあの、話しながらやってたから、画面が T&T になってた。うん、ごめんなさいね。宣伝みたいになってるよな。コンビニ屋さんの人とかね。そうしましょうかね。皆さん、コンビニ屋さん、コンビニ屋さん。今、コンビニ屋さんの話してます。はい。で、デリバリー昨日から始まったので、はい、皆さん、頼めば、送ってくれますよ、うんうん。はい。これデリバリー代無料だったらさ、うん。でもやっぱり、ちょっと乗ってんのかな。どうでしょう、ね、誰か使ってくれませんか、ね、使ってくれませんかというか、ちょっと気になる。自分の、はい、じゃあ、これは、僕も使ってみて、はい、もしくは、お店にちょっと行って聞いてみて、検証してみて、と思います。皆さんにまた、報告したいなと思います。うん、やっぱりね、セール商品とか見ちゃうね。見ちゃう。うんうん、カルピコ。カルピコ、有機納豆、うん。納豆が一時期なくなったよね。えなんか、みんな買い占めみたいな。そうさ。納豆は買い占めないでほしい。冷凍しとけばいいんでしょ、だって。本当はね。だってそれこそ、なんかこの間見たものであればですけど、うんうんうん、結局納豆、あれ、自分で大豆やればいけるみたいな話を見たんですが、うん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 、どうなのかっていう。いやー。うん、はい。セール、ソース焼きそば。うん。です。これ。で、ちなみに皆さん、なんか、やっぱ在宅になってから食べるもの変わりましたかね、うん、レシピ、毎日自宅じゃないですか。なんかね、うん、その、まあ、家で仕事してるとはいえ、なんか、気分的にくっちゃねくっちゃねの、そうなってるよね。だから、無駄に冷蔵庫を開ける。開ける。これをもうとにかくやめたいんですよね。うんうん、で、悲しいのは結局同じなんですよ。変わらないわけですよ。冷蔵庫は何回開けても増えない。増えない。減ることもなけ、うんうん、自分が食わない限り。冷凍庫も何回も開けちゃうけど、増えない。変わらない。魔法もかかってるわけじゃないから。だからもうこればかりはちょっとなんかね、気分転換って必要だなって思う。うんうんうん、つい最近思ったんですけど、うんうん、在宅になってから、やっぱ通勤の時間がこう省かられると。ということで、省かれるというか、その、通勤の時間が省かれる。通勤の時間がなくなるということね。なくなる。なくなることによって、まあちょっと効率が良かったりとかって最初は思ってたんですよ。うん、ただ、今、この1ヶ月を経て思ったのが、うん、やっぱ通勤って大切な気分転換だなっていう。うん、ちょっとこう、ちょっと出て、電車乗って、っていうのが、うん、まあ思ったんですけどね。まあ言ってしまったらですけど、早く、通常の生活がね、うん、戻ったらいいなと思ってます。皆さんはまたちょっとデリバリー情報とか、はい、教えてください。うんうん、料理することが気分転換になってますということで。本当ね、コメントがね、嬉しい。ありがとうございます。はい、ちなみにマリコさん、うん、どんな料理とか、あ、ノーザン BC ですか。はい、ノーザン BC なので、はいはい、おそらく無理な気もするのですが、高額になりそうと。グレーハンドがあった時は藤谷さんが配送サービスをしてた。今はグレーハンがなくなって何か日本料ゲットにあるのかなと思ってます。ノーザン BC ということは、プリンスジョージとかそういう、ペンディクトンとかそうこらへん。キットマットとかそういう。もっと上ですよね。なるほど。これでも、うんうんうん。いや、ガソリン代、今ガソリン安いでしょ？安い。どれぐらいかかるんだろう？一回こう届けつ200キロだとして、はい、200キロだとして、それで、ちょっと調べて、ガソリンが、うん、まあまあ、リッター、例えば10だとするじゃん。うんうんうん、うん。そしたら20リッターでしょ、うん、はいはいはい、うんで。往復で40リッター。あ、まあでも、1回の給油でいけちゃうよね。うん、で、例えばその、ノーザン BC なノーザン BC のその1個の町に、うん、その、どさっと持ってって、はい、で、買ってもらう。で、うん、デリバリー代が、例えば、まあ、1人5ドルないし、10ドル払えるよね、多分ね。デリバリーだ、1人。例えば、ね、うん。うん。が、例えば、じゃあ、デリバリー代がそれで100ドル。だとして。1日ね。1日100ドルなら150ドル。うん、で、それを、150ドルで1人で頼んだらもう、しょうがないけど、150ドル。それはだけど、そこは10人、うん、10家庭が集まって、15ドルずつ出してくれたら、150ドル入ってくるわけじゃない。うん、そうですね。で、だから、バンディーマンに150ドルで、うん、やりませんかって。1回往復しないかみたいな。うん、はい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 。を相談するのもありです。
ね、いいでしょ、ねうん、もちろん、バンニーマンさんがそれでいいのであれば全然ありですけど、うんうんうん、ねでも、これはまさにやっぱりこう都心部から離れちゃうと、うん、変な話ですけど、日本食がバンクーバーだから当たり前にあるじゃないですか。うんうんうん、これ外国なんですよ ね, ね。っていうところもあったりするから、いや、なんか日々のありがたみももっと感じちゃったりはしますね。ねえ。わかりました。これはね、ちょっとじゃあまあ、ライフバンクーバーとそのツイッター上と、うん、例えば、そのデリバリー代を含めてですね、うんうんうん、配送っていうのをできないかどうか。うん、いや、これでもこの状況でね、ね、うん、やっぱりその、遠くの人ができて、うん、で、まあその部分でお金とかそのデリバリー代っていうことが、マッチすればですね、できなくはない。いいことなので、うん、なんかちょっと考えてみたいなと、はい、うん、ぜひぜひ。ぜひぜひ。やっぱね、デリバリーになると今どうしてもちょっとね、はい、通常で、通常なんか普段の時でも日本食をここから送るってなるとやっぱ難しいじゃないですか。そうですね。うんうんうん。あとはもう極論の話、今、一応カナダポスター動いてます。うんうん。っていうところで、バンディーマンが車で絶対行かないというよりは、バンディーマンにここで買って、生鮮じゃなきゃ、そうそうそう。送れんの？送れますよね。箱詰めして食べ物、しかも州、BC 州の中じゃないですか。うん、だから、まあ、言ってしまったら米とか、日本食、うん、味噌はダメかな。っていう、その、乾いてる系の。でもさ、輸出入じゃないから、食べ、別にさ、そうそうそう。凍った豚肉が入ってても。ぶっちゃけ OK なんです。いけるよね。だってカナダポスト冷凍パックとかもありますよね。ある。え、知らない。知らない。あ、調べよう。冷凍、冷蔵の配送って何ができるかどうかっていう情報を持ちの方、教えてほしいですね。いらっしゃれば。そうそうだ。だこれですよ。言ってしまったら、もちろんその理想で言うと、1日で届けられるんだったら、ちょっと賞味期限系とかその日に欲しいもの、バンディーマンさんができるかもしれないけど、最悪150ドルを払わなくても、バンディーマンが買います。で、それを輸送しますっていうのを、今 e トランスファーだったりとか、うんうんうん、そういうのでお金とかのやり取りも結構便利にはなってるじゃないですか。はいはいはい、だから相談してみたら全然ありじゃないですかね。うん、うんうん、あとさ、はい、その旅行会社さんとかでさ、はいはいはい、ツアーバスとかさ、おうおうおう、あとそのウィスラーと毎日往復しているバスとかいっぱいあるじゃん。はいはいはい、はい。ああいうのが、その、うん、今はもう全く流通になってるわけでしょ。うんうんうん。そのツアードライバーの人とかもさ。もうレイオフとかにね、なっちゃってますからね。だから、そこを例えばコンビニ屋さんと共同して、うんうんうん、発泡スチロールに冷凍、冷蔵、バーンってクーラーボックスに入れて、うん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 、まあその、ファーマー、日本食ファーマーズマーケット移動式みたいな感じでね、移動店舗みたいな感じで、行く。で、ね、そこにみんな、その、言ってたら買いに来るみたいな。うん、うん、うん。だったらもう一番、それができたらいいけど、まあ、どんだけ集まるかって話よね。そうなんですよ。結局、ノーザン BC とかになると、一気に日本語を話す人の居住人口が少なくなっちゃう気がしちゃうんですよね。こればかりは。うん、ただ、まあ、いろいろとぜひぜひ自分たちも力になれるように、ちょっと聞いて、アイディアとかも出していきたいと思ってます。はい。はい。もうどうしてもね、食べるものばっかりになっちゃうね、すごいね。今日はまだ茶色の話はしてませんけど。してませんが、しますよ、そのうち。しますマリコさんね、料理することが気分転換になってますって言ってたんですけども、うん、この間僕が、はい、YouTube で見た、吉野家。牛丼の作り方？完コピ。これですね。はい。あ、すげえ。完コピ度 99.9% 吉野家の牛丼。もうほぼ吉野家。そう。もうほぼ牛丼。こんな感じで、まあ、こんな感じでって言ったらあれだけども、はいはい、レシピ動画がものすごい今多分皆さん見てるのかな、家で。うん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 。ただ、その、一回のご飯のために、はいはい。その材料を全部揃えてきて、それは無理です。やるとものすごい大変なわけ。うん、コストもね。そうそうそう。だから、うんまあ、今またライフバンクーバーでも、その、今、レストランさんとお話をしてますけども、はい、その、うんうんうん、今、来週ちょっと試験的にやろうとしているものが、うん、日本食のステム、この間もちょっと紹介した、うん、ステム、ジャパニーズ、レストランですかね。イータリー。イータリー、はい、うん。ですね。はい。で、ここのオーナーの達也さんとですね、うん、今ちょっと話をしてまして、うん、あ、もう、はい、彼からもその、いいよということで、うん、ちょっと行けたらということで来てると思うんですけども、うん、なんとね、これを、うん、
本邦初公開。本邦初公開。めっちゃ初公開だよね。めっちゃ初公開ですよ。うん。一回は行ってみたかった。初公開。あ、これ言っちゃった。全然違った。しかもここにプレビューが出ちゃうと一瞬。ドキ。ドキみたいな感じですけども。美味しいやつ。ちょっと今、その画像を探してる間、あの、アレックスが、ま、持たせて。うん。もう皆さん知ってました？ 4 月17日、今日何の日か。うん、なんと、アポロ13号が帰ってきた日なんですって。ね、もう今日、これをなんで話してるのかっていう話にはなりますけれども、毎日ね、家にいると本当に無駄に、なんかレイアウト変えたり、うん、冷蔵庫開けたりとかしてて、うん、一番最初に、あ、最初じゃないですね、2回目ぐらいのライブバンクーバーで話してたウィキペディア、うん、もうだいぶ仲良くなっちゃいましたね。もういろいろ見ちゃうんですよ。ウィキペディアね。うん、そう、今日何の日かなとか、いろいろ。ウィキペディアの、そう、皆さん、うん、ウィキペディア見てください。注目ね。やばいです。ウィキペディアのトップページ。うん。うん、もうなんか、すごい勉強になった気がするんです。雑学というか。うん、いつになって使えるのかどうかすらわからない。ウィキペディアに行って、ここの、はいはいはい。これか。地球ペン。地球すると、ここにある、エビ抜き記事。すごいすごい。来た来た。うん、ご飯、茶色いもの。あ、うん、さぬきうどんの話ね。隣なんですかあれ。今日は日本アマガエル。あ、ごめんなさい。うどんの隣は稲荷さん？うどんの隣？うどんの稲荷がいる。ああ。ここの秀逸な記事をですね、皆さん、ぜひ。見てください。うん、これね、秀逸な記事ください。そう、はい。あ、で、そうしてる間に、ステムさんの、はい。はい、これです。じゃん。ね、わお。ですね、これは、今、ステムさんが考え、ステムさん、ウーバーイーツとかやってない。なんでかというと、その、うん、やっぱりその、レストラン取られるから、なんですけども、うんうん、これを、まあ、もうライフ番号で告知してもいいと思うんですけども、うん、欲しい方、はい。うん。ぜひ、まあ、ライフバンクーバーなし、ちょっとツイッター、うん、ライフバンクーバーのツイッターなんかでちょっとお知らせしてみようかなと思いますけど、うんうんうん、ある程度、注文があれば、はい、ということで、これね、炊飯器に入れてスイッチ押すだけの炊き込みご飯セット。ね、タピオカじゃないですよ。タピオカではないですよ。うん、えげつない量のタピオカじゃない。はい、ご飯は、に、うん、そのローカルの、はい、フリーレンジチキンと、イエス。サンチョークって何？サンチョークってあれじゃないですか。いや、山菜みたいなやつ。山菜みたいな。山の野菜みたいなやつ、ね、うん。アーティチョークみたいなやつね。サンチョーク。の、1ミリね。1ミリ。アーティチョークの1ミリ。なんとかチョークっていうのは、多分そういう。うんうん。はいはいはい。まだ試作段階らしいですけども、あとお魚がね、はい、これが、銀だらの、キュアン焼き。もう。大根、ピール、ピクルス。で、これ、なんかというと、はい、もうこうやってできてるんで、もうあとは、シンクパックにパウチにしてあるんで、はい、ぶち込めばいいんです。そう、ぶち込めばいい。炊飯器に。うん、炊飯器に持ち込めば。もう買ってか、持って帰って、もしくはちょっとデリバリーをするんで、はい。それを炊飯器に入れるだけで炊き込みご飯ができるということ、はい、フリーレンジチキンで、ね。見てください。これもう間違いなく、これお米入ってるポットあるじゃないですか。はい。はい、この上絶対出汁ですよね。あ、これね。これ。これね、この上のね。もう絶対美味しいやつじゃないですか。うんうんうん。はぁ、あ、はぁ、あ、って言っちゃいましたけど、もう。うん。サンチョークは日本語で菊芋です。ああ、もうマリコさんは、すごい。バンクーバーのウィキペディア。言うて、すごいなぁ。菊芋なんて、菊も食べたことないし、芋は食べたことあります、うん。まあでも、というか、菊芋っていう言葉も初耳でした。そもそも菊芋って呼ぶのか。うんうんうん、いうことで、この炊き込みご飯キットが大体、はい、3、4人前だそうです。はい。でも多分30ドルぐらい、うん。うん、かなり具だくさんということで。うん、まあこれプラスそのデリバリーフィーだとかなんとかっていうのを考えて、うん、上でちょっとそれぐらいを考えてらっしゃるそうなので、うん、これ、うん、まあ、まず試験段階、はい、僕のツイッター、もしくは、はい、うん、ステムのツイッターも、部分でやってますけども、はい、まあ、ここにコメント、もしこれできるなら欲しいですっていう人、ここにコメントをいただければ、すぐお知らせしますんで。はい。炊き込みご飯ですよ、うん、皆さん。はい。あとは、銀だらの湯あん焼きと、一番上に出てる、ね、小鉢と、はい、大根ピクルスと、ということで、はい、ディナーフォーツーで、うん、まあ、その、50か60か、まあ、それぐらい、うん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 、みたいな感じで、週末の土日限定みたいな感じですけど、はい、まあ、ステムさん、もともとやっぱりね、ちょっとまあ、ハイエンドと言いますかね。カポロリーですかね。そうそうね。うん、うん。あれで、出して
感じですので、はい、あのこだわりの部分が、まあその買って帰ってテイクアウトしてすぐ食べないとみたいになっちゃうんだけども、はい、こういう感じでその家でフィニッシュできるご飯ね、うん、もう最強ですよね。そう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 。とかその、うん、ある程度のその材料を揃えてくれて、それをその家でできるみたいな料理ね。うんうん、だってこれ結局言ってしまったら。お店で炊いてお届けしたら、うんうん、もうその時点でお店でのコストがかかっちゃうわけなんですよ。そうですね。ガスコンロだったりとかね、うん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 、使ってるかどうかちょっとわかんないんですけど、うんうん、でも、これをやっぱり食材を、まあ、なんていうか、半分まで調理したと、うんうんうん。準備した段階で提供するから、お安くご提供ができるっていうのは間違いないとは思うので、うんうん、皆さんぜひ、あの、一応まだ試験段階ということで、ステムさんのツイッター、あるいは、調査のツイッターで、はいはい、ちょっとあの、ぜひ聞いてください。はい、多分これ本当に本邦初公開なので視聴者の皆さんしか知らないですね。そうですね、そうですね。そう、はい、これは間違いなく。はい、あと、まあ、あの、茶色を愛する我々としてはですね。Yes。まあ、料理系で言うと、もう、まず、ごめん、支援金の話に全然いかないですけど、まあまあいいですね。大丈夫ですよ。あの、そんな日があってもいいんじゃないですかね。はい、ここです、ここです。誰も。支援金今教えてくださいってなってコメントください。コメント、あったらもうすぐ行きます。はい。今ね、これです、これ。あの、誰馬。学生筋肉男飯。もうね、茶色のオンパレード。すごい。逆にもう色合いが。うん、プリンまで茶色いからね、大体ね。俺これ多分今メガネ外すと自分、あの、目悪いんですけど、画面茶色にしか見えないですもん。一面茶色にしか見えない。一面茶色。ということでですね、なんかこの、カルボ、ふわとろカルボ飯。の黄金プリン。あの、スフレパンケーキ。え、何電子レンジできちゃうんだ。そう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 、そう。死ぬほどお前死んでねえやんか言うてね。突っ込んじゃない、うん、そういうのそうそうそう。やばい。鶏ハム、うん。ごめんなさい、俺鶏ハムは惹かれないんですよね。うん。なんか茶色の中でも比較的にちょっと順位が低いかなとは思っちゃうんですけど、うんうんうん、やっぱこういうガッツとした、モンコタンメン、うんうん。こんな感じで、もうできるだけちょっとアップにしましょう。はい、でね、こんな感じですね。ほうほうほう言うてます、ね。まあ、塩キャベツの作り方とか、ハンバーグ、はい、鶏、まあ、うん、アボ、無限アボカド。無限アボカド、無限とかついちゃうと無限に食べられちゃうね。はい、いうことですね。これはね、しずる感たっぷりな YouTube ですね。しずる TV。しかも、すごいね、簡単に、なんかプリンとかの、うん、電子レンジで簡単にできるやつらしいんで。これタイトルも秀逸ですよね。うん、そうそう。あれでもうまく。そしてうまく。誰うま、うん、すごい36万人、37万人サブスクライブ、ね。いや、もうすごいですよね。ありますね。YouTube で、ね。YouTube は。うんうん。ということで、皆さんの、あの、こんなのを見てくださいとかね、はい、あの、なんか、あれば、はい。教えていただきたいな。ぜひぜひ、あの、自分たちも独自ルートじゃないですけど、はい、一応仕入れた美味しいご飯の情報を皆さんがちょっとでも、うん、あの生活、今の生活が色合いあるように楽しくできるようにっていうところを心がけて自分たちもまたいろいろ情報シェアしていきますので、うん、そろそろ、はい。はい。茶色い食べ物は裏切らない。裏切らない。はい。茶色い食べ物は裏切らない。はい、はい、ました。その頃、これ Google 広告がダサいよね。ちょっとね。ちょっとね。うざいね、うざいね。お家を売ろうとしてますね。お家を売ろうとしてますね。お家を買ってくれと。はい、ということで、ライフバンクーバーでご紹介したニュースを、ちょっとやっていきますって言ったら、また芋の話になるけど、まあ今、芋の話はちょっと置いときましょうかね。芋はちょっと一回セーブして、はい、あの、後々。はい。後々いきます。これも美味しい話。はい、まあ今日、あの、今週の、部分はですね、CRB かな。じゃあ、うん、これ一番大きいですね。皆さんご存知の通り、はい、CRB、勝手にうちらサーブって呼んでるんですけど、はい、このサーブに関しては、今までであると、やっぱりこう、職場でお仕事ができない、うんうんうん、で、まあ、収入を失ってしまった、っていうふうに、まあ、かなり言ってしまったら、本当にコロナの影響を受けた人に寄り添った、うん、まあ、支援策ではあったと思うんです。うんうん、ただ、やっぱりそれが一回オープンした後で、どんどんこう声が出てきてる中としては、働いてるけれども、サーブの給料に届かない。まあ、エッセンシャルワーカーなのにもかかわらず、条件によっては申請ができないっていうところに対して、もうすぐカナダ政府が、まあ、これ16ですね、木曜日の時に自分たちはこれ出してるんですけど、あの、何が、新しく追加されたかというと、申請の基準を緩和したんですよね。これ結構大きいことなんですよ。
すごく大きいことであって、で、ちょっと収入があるけど、結局サーブがもらえない方もいらっしゃると。うんうんうん、で、そういったところの条件をどんどん緩和していく中で、ちょっとこれのニュースをちらちらと見ていきたいとは思うんですが、まあ、一番のキーワードっていうのが、まず一つ、エッセンシャルワーカーに対して、ここね、はい、はい、記事にも書いてあるんですけど、はい、まあ、基準を緩和しますって、で、対象者を拡大しますっていうところで、はい、もうここね、失業保険を切れた人、それから季節労働者の人も対象になりますよと。うん、EI、そうそう、EI って無限にもらえるわけじゃないんですよね。うん、だからそれが結局切れちゃったりとか、特にシーズナルで働いてる方、ちょっと該当はいないかもしれないんですけど、今の視聴者の皆さんの中では。うんうん、ただそうなっちゃうと、結局シーズナルで働いてる方ってどういう働き方をしてるかというと、そのシーズンの3ヶ月間とか、4ヶ月間だけがっつり働きます。うんうん、で、働いた後に、このシーズンでできる仕事がなくなった時点で EI。うん、で、それで残りの、まあ、行ってしまったら収入を賄っていくっていうスタイルになるんですが、今まあ、この状況じゃないですか。だまた来年のこのシーズンでできるかどうかっていうのが分からないわけですよね。うんうんうん、でそうなると EI が切れちゃうわけですよね、はいはい。で。そうなった場合にはどうするかというと、そういう人たちに EI がもらえなくなったとしたも、まあ、サーブが、まあ、実際代償としてそれがもらえるようにしますよっていうところになります。うんうんうん、であともう一つ、まあ、一番分かりやすく、これ青文字でも書いてあるんですけど、ここですね、そう、はい、エッセンシャルワーカー、一応羊労働従事者というふうに訳してますけれども、これをやってるのにもかかわらず、結局現状での収入が、サーブの手当って月2000ドルなんですよ。うん、一応タックスバルな、タックス、はい、課税対象なんですけど、はい、これより少ない方も十分にいます。いや、そうよね。だからレストランで、うん、そう。働いてます。うん。あとスーパー。もしくはそのスーパー。そうそうそう。あと、その、例えば電話会社ね。うん、オペレーター。電話会社で働いてるけど、子供が、うん、うん、もう見ないといけないし、その、うん、今こんだけ仕事が減ったから、うん、時間半分でいいよってなった人ね。そう。うん、そうそう。で、なった人は、働いて給料をもらってるけど、うん、サーブはもらえないみたいになっちゃってるでしょ。そう。だから結局、働いてるフルタイムなんだけれども、うんうんうん、解雇もされてないんだけれども、はい、でも結局収入があるっていう時点で、結局サーブが受けられないという方たちに対しても、うんうん、今現状でどういう状況になったかというと、1000ドルまで、うん、月々最大ね、はいはい、収入があってもよし、としてますが、うんうん、ただ、ちょっと気をつけていただきたいのが、これまだ条件の最終の詳細は出てません。はい、でどういうふうにこの1000ドルを得るか、ルート的な部分も公表はされてないので、うん、今とりあえず収入があるから、あ、じゃあ大丈夫だっつってサーブを申請しちゃう、うん、っていうのはまだちょっと早いかもしれないので、そうですね。ライフバンクーバーとしても、この先、新しい情報で次第、はい、更新はしていきたいと思います。いきたいなと思います。うん、一応これは、より多くのカナダの人が、まあ、サーブによる支援を受けられるように、うん、政府の従来のサーブの資格対象を変更しますと。はい、まあ、給付を受けながら月々最大1000カナダドルの収入も、を得ても良いとする。うん、そう。これ1000カナダドルっていうのは、いわゆるタックス前なので、うん、まあ、いわゆる給料が、はい、1000ドルという。ね、はい。だから、2000ドルがタクサブルだから、うん、まあ、いわゆる1000ドルは自分が働いて1000ドルを得て、うん、はい、それから、2000ドルはサーブをもらってっていうことで、うん、実質収入は3000ドルになると。そうだよね。1000ドル分働けば3000ドルになるという。うん、はい。ことね、まあ、言ってしまう、なんかボーナス感が出ちゃうんですけど、まあ、ただ、それこそ、言ってしまったらエッセンシャルワーカーの方たちとかは、うんうん、本当に第一線でコロナと、奮闘してるわけですよ。自分たちの生活があり得るのはそういうエッセンシャルワーカーがいなかったら成り立たないので、はいはい、そういった人たちの収入が少なくサーブを受けられないというのはやっぱり、まあ、理不尽とは言わないですけれども、ただ、まあ、政策ももっと改善の余地があったっていうところで、今回新しくこの対象拡大が発表されました。はい、発表されましたということですね。うん、トルドー首相さんもコメントね、ちゃんとしてますからね、うんうん、すごく力強い。トルドーさんのスピーチ本当好きなんですよね。ね、本当に。ね、私たちはすべてのカナダの人の健康と安全を守るためであれば、どんな代価を、まあ、伴おうとも全力を尽くし働いている人々、うん、そしてそのすべての企業がしっかりと支援を受けられしていきます。まあ、というふうに、まあ、語っているので、どうしてもなんですけれども、うん、前のそのボリュームでも話している通りなんですが、うん、結局、公表してから政策になるまで時間かかる。これはしょうがないです。うん、うん、しょうがないんです。ただできてからドーンになると、やっぱり待ってる人たちだったりとかメディアとしてっていうのもあるんですけど、情報の伝達がね、まあ何が効率いいかというと、このぐらいまで準備できてるんだったら、もうこれは、やります。見通しですっていう公表があるとみんなも安心するじゃないですか。そうですね。ね。
それこそちょっと一昔前じゃないですけど、政府カナダがちゃんとメディカルのサプライを確保するから、うんうん、独自のサプライルートで供給をみたいな話をしてたら、うんうんうん、やっぱ今出てるじゃないですか、マスクとかが。うんうんうん、落ち着いてきてるっていうのは正直少しはあると思うので、まあそういった部分で、うん、まあ引き続きですよね。こういった部分を代表していきたいと思います。逆に、すごい手厚いと思ってます。うん。うん、見る限り。日本も10万円決まったよね。そうそうそう。ですよね。でもあれ、ね、その、うん、この時期で儲けてる人も、うん、そうじゃない人も、うん、みんな一律10万。年金もらってる、働いてない人も10万円なのかな。っていう、うん、その30万円が10万円になったとかって話になったりとか、うん、8月はどうだっていうのはありますけども。うん、まあ、やっぱそれに比べるとね、うん、カナダの部分っていうのは支援がやっぱり手厚いなというのは、はい、あると、うん、カナダに住んでてよかったなってやっぱりちょっと思いますよね。そうですね。どうしてもこれ比較対象にならないっていうのはしょうがないと思うのはなぜかというと、日本ってやっぱり納税額がそこまで高い国のランクに入ってないじゃないですか。だからそれはもうしょうがないと思うんですよね。まあ現状に合わせてカナダがこれを1億2000万人できるかどうかで絶対できないと思うんですよ。そうね。うん、まあカナダは人口が3000万人。3000万人しかいないので。クマの方が多いんだよね。そうなんです。ね、それは分かんないですけど、まあ、どんなクマによるかもしれないですが、少なくともアライグマぐらいは、だとは思うんですけれども、そういった部分に関しては、比べちゃいけないと思ってるんです。はい、どの国も、まあ、最大マックス、自分の国ができることをしてると思いますし、思いたいです。じゃないと悲しいじゃないですか。それはそれで。なんで少なくとも今、視聴者の皆さん、多くの方が今、カナダに在住されているとは思いますけれども、うん、引き続き自分たちの方でも、カナダ政府の情報はシェアしていきたいと思うし、ただ、シェアしてる身からして、ぶっちゃけイライラはないですよね。翻訳してると、やっぱりすごく満たされるって言ったらおかしいんですけど、うん、あ、こういうところも。ここまで考えてるんだね。そうそうそう。あ、すごいなと。で、やっぱり、条件付与とか、なんていうんですかね、このロジック的な部分。うんうん、あ、こうすれば、あ、さすがだなと。これで漏れはないんだなとか、条件範囲の解釈とかを見ていくと、いや、これは、やっぱりなんか思いつきでとかではないし、うんうんうん、ちゃんとチームが動いてて、いろんなその賢い人たちがね、うんうんうん、知恵を振る絞って、これを作ってるんだなってすごい思うんですね。そうですね。はい。まあなんかその、カナダね、まあ首相がこうやって言って、うん、それが閣議で決まって、下に降りてきてルールがあって、うん、はい、パラリメントでバーンって。ね、銀行なんかもそれに従って、そのこうなりますよ、みたいになってますけども。そうそう、うん、じゃあもうこの、全部で、はい、500億違った、だいたい6兆円だよね。そうですね、日本円にして。880ビリオン。イエス。でしょ、はい、80ビリオン、いわゆる、6兆円の支援かな、日本円で言うとね、ぐらいの支援。そのぐらいになるでしょう、ね、うん、で、そのうちの、いわゆる2.24ビリオン。はい、2.4ビリオン、うんうん、2.4、ちょっと分かんなくなっちゃった。見ましょう、見ましょう。うん、だったんですけど、はい、それだけ払ってカナダ大丈夫なのかなと思ったんですよ。僕は実は。でね、ね、はい、調べたね、これまあ、ネタというかあれなんですけども、まあまあ、うん、ここ、カナダのファイナンシャルリポート。国としてね。そうそう、国の。うん、国のお金どうなってるのっていう。まあ、その、ね、財政が、その、まあ、赤字にはなって、借金が、国の借金が増えてるんだけども、うん、ここにですね、たくさんですね、カナダの、うん、まあ、アニュアル、ファイナンシャルリポートがこうあってですね。はい、うん、まあ、レベニューが。このぐらいよと。インカムタックスがこれぐらいで。あ、すごいすごい。ちゃんと EI とかも。そうそう、法人税、GST の収入、うん、EI とかのレベニューっていうのはこう、はい、たくさん出てるんですね、うん、これね、うん。うん。一応国はこれを公表する義務がありますからね。そう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 。うん、国民からタックスもらってるんだから。うん、で、うんうん、レベニューの部分で言うとですね、これね、うん、単位がミリオン。はい。はい、ミリオンだからここビリオン。ね、そうですね。ポイントが1回入っちゃうんで。でしょ、うん、そうすると、うん、このトータルが、yes. 去年、2017年、2018が、311ビリオン。じゃあ3、3000億。違う、超だよ、超。超か、超か。超円。うん、30兆円。30兆円。
が、まあ一応ベニューと、リベニューとして上がってるよっていうことなので。うん、そうそうそう。うん、うん、うん。で、そうすると、ここ、うん、これ見ると、今年はさ、レベニューがさ、うん、はい。20ビリオンかな、うん、うん。改善してんだよね。うん。良くなってる。税収が上がってるわけ。うん。21ビリオン。はい。うん、21ビリオンっていうのを、21ビリオン、カナダドル、to JPY。来たー、はい、来たもうちょっとわかんないやつ。日本円でだから、そこからですよね。1000、これ、100万でしょ、うん、はい。100万でしょ1000万。で、奥。あ、やばいやばいやばい。もう見失った。もう見失った。ちょっと待って、1000。1億、10億でしょこれ。はいはいはい、はい、うん。で、これがだから、100億。100億。1000億。兆。1兆。1兆。うん。あ、だから1兆6000億円ぐらいってこと？うん、うん、うん。いや、でも考えてください。これを結局カナダはずっと先進国として、毎年こういう風になってきたわけですよね。うんうんうん、だから、まあ言ってしまったら、今年はもう国で腹くくるぞっていうことで。そうそう、そんな感じだと思うね。腹くくって、腹くくって、来年からすればすごいマイナスかもしれないけど、でもこの部分腹くくれるってことなんですよ。そうそうそう、腹くくろうと思っても、くくるものがなかったらくくれないわけであって。くくれない。そうそうそう。くくれない、ね。そう、腹がなかったらくくれないわけですよね。そうですね。だそういった意味合いでは、まあしっかりカナダは、なんかこういう、うん、こういうのもあれですけど、先進国だなって思う。うん、ちゃんと貯蓄もあって。うん、うんうん。まあ、有事の時ここにね、インカムタックスとか、そのバランスシートがたくさんここにありますけども、うん、はい。まあ、ぜひちょっとこれ、この間、この1時間ぐらいずっとこのバジェットの、ね、うん、バランスなんかを、うん。ちょっと見ちゃいます、ね。カナダこんだけ払って大丈夫なのか、みたいなものを見てたんですけども、うんうんうん、興味のある方はぜひ。はい、ぜひ。これ、わかんないですけど、自分たちも経済の専門家じゃないんですけど、うん、これがね、何年も続いたらさすがにダメだと思うんですが、うん、少なくとも今この段階で今日の4月17日で、こういうふうに政策が打ち出せるっていうのはみんなバカじゃないと思うんですよ、うん、国も、もう当たり前のことであって、だからそういったところでできてるのもすごいし、今マリコさんも新しいコメントで CBA は申請した5日後にはもう振り込まれてたと、うんうんうん、で、まあ、サーブは3日後で振り込む、うんうん、でごめんなさい、これ CBA 何かというと、はい、じゃあ CBA いきましょうね、はいはい、これはカナダイマージンシービジネスアカウントなんですね、これはなんか読みにくいね。読みにくいというか、サーブとは言えないよね。セバ。セバ。セバ。そうセバか、チェバ。みたいな。セバ、感じで。これです。まあ、オーナー、ビジネスオーナー、スモールビジネスオーナーの方に、うん、先週もちょっと、うん、この話をね、したと思うんですけども、うんうんうん、いわゆるスモールビジネスに対して、はい。4万ドル。はい。約、400万。まあ400万。円ですね。まあ、実際、まあ、為替の部分でいくと320万ぐらいね。おぉ、うん。はいはい。なんだけど、まあ、1ドル100円で話をすると400万っていうのは分かりやすいですね。うん、くれるんですよ。うん。で、くれるというか、融資、無担保、無利子で、うん、貸してくれますと。うん。それをとりあえず使ってって。うん、その、利子はつかないと。うん。で、かつ、2020年の12月31日までに、3万、うんうんうん、あ、シーバね。あ、セバじゃなかった。あ、セバ。近かった。セバジュンを思い出した。セバジュンは？セバジュンってヌジャベスっていうアーティストがいて、おうおうはははは逆から読むと、セバジュン。ヌジャベス。ヌジャベスっていう。シーバと言います。そうそう、シーバ。はい、いいね、シーバ。マリコさん。またもや、バンクーバーの、まあ、CBC ではって言うてますけども。はいはいはい。シーバ。シーバ、それシンバね。シンバ、ね、シンバ。はいはいはい。いうことでありますけど、シーバ、12月31日までに3万ドルを返済すれば、1万ドルが返済免除の対象。返済免除っていうのは、はい、まあその、まあ、返さなくていい。これ、一応ちゃんとした金融名詞で言うと、forgivable、そのローンなんですよね。で、どういう意味かというと、言ってしまったら、条件付きなんです、一応。だまさにこれの通りで、条件は何かというと、3万ドルを完全に返済。これ、返さなくてもいいけど、うん、借りてるという、うん、履歴は残るの、じゃないでしょうか。さすがに もういいよ、借りてって、誰か聞かないし、どうぞってなる。返さなくていいって免除対象だから、もらえるとは、うんうん、意味は違うのかな。まあ、ただ、これ、日本語の自分ちょっと調べたんですけど、うんうん、返済条件付き型の融資
なんですよ。だからあくまでも借りてるんです。はいはい。借りてて。で、返さなくていいっていうのは、うんうん、あの、なんて言えばいいんだろう。ずっと貸すけど、うん、いつかはになってもおかしくはないと思うんですよ。うん、だから今は返さなくていい。なるほど。うん。で、3万ドルで、あとは返済しなくていいって言い切って、フォギブルなのであれば、まあ本当には大丈夫なのかなと思う、うん。カナダお金のプロからコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サーブ、現行、実証、申請時の不正チェックがないために、明らかに資格なしでも申し込んだら振り込まれちゃったよ、なんていう、この個人ブログのポストなんかちらほら見られますと。あー、なるほど。うん。あの、本当にね、やめてくれとしか思えないんですけど。うんね、あ、ちょっと待って、シーバーの話にちょっと。ごめんなさい、はいはいはい。後で、後で、後で。うん、はい。シーバーは、我々はお前に4万ドル与えるから、3万ドルを返しなさいと。で、1万ドルは免除してくれるという話ね。うんうんうん、で、まあありますけども、これの、はい、今までですね、これ、うん、ペイロールがっていう、はい、5万ドルから100万ドル。はい、まあ、日本語の部分でイメージできない人は、だいたい500万から1億。うんうんうん、500万以上、5万ドル、500万以上を、うん、まあ、1億以下の給与を払ってる会社は、うん、これが受けれるよということだったんですけど、それが、はい、範囲が拡大されました。そうです。うん、ということで、まあ、2万ドルから、1ミリオン、うん、1.5 ミリオン、150万ドル。うん、そう。だから言ってしまったら中小企業っていう範囲の中の小をもっと下げたし、下げた、うん、中をまた上げたと、うん。これだから二人で、一人二人でやってる会社も入ったってことよね。うん、そう。だって2万ドルって言ったらね、うん、言ってしまったら、うん。でもさ、これだってやっぱり従業員が50人いるところって、うん、うん、うん。例えば一人3万ドルだとしたら、うん。4万ドル一人もらってたら、単純には200万ですよ。200万でしょ？そう。だから、2ミリオンいくよね。2ミリオン。わ、そこは対象ではないんだ。さすがに、50人もいて、で、一人に4万ドルの年収を払ってるとしたら、ここには入らないけど、うん、どういうパターンで言うかというと、例えばですけど、150万じゃないですか。うんうんうん、まあ、従業員が一人5万ドル年間っていう考えを取った人は30人ですよね。うん、うん、そうだね。うん、だ30人ぐらいの中の中でも、まあ、ちゃんとした中。いや、これは中って言わない。これ小だよ。小か。うん、やっぱ、じゃあもう小。うちみたいな会社は多分0歳だ。小にも含まれない。ミニ。ミニ。ミニ企業。ミニ企業。ちょっと可愛い。マイクロ企業。マイクロ企業。多分、うん、中は、だって大企業ってさ、2万人とか3万人とか。なるほど、なるほど。もう5桁だよ。中は、中は多分、5000人とかじゃない。ああ。1000人から5000人とかじゃない。そうか。じゃあやっぱりもっと小に、まあ、フォーカス当ててる。小、うん、本当もう小だよ。スモールビジネスだもん。で、スモールビジネスの中でも、ちょっとちゃんとした小にも、うん、まあ、標準当てたっていうところなので、うん、一応こういうふうに、まあ、支援の、まず一番最初大きいところが、うん、ここの範囲の拡大ですね。はい、対象範囲を、まあ、今までやっぱりその、どのくらい給与を払ってたかっていうのが、中小企業で、このシーバーが受けられるかどうかを判断してましたが、それを拡大しました。はい、で、まあ、プラスアルファで、また下で、まあ、トルトさんも言ってますけど、結局は中小企業はカナダのコミュニティビジネスにとってはもう屋台骨なんです。そうそう。すごく大切である。屋台骨ね。うん。うん。もうまさに。屋台骨って言ったんだな。言おうとしても。この意訳がすごいね、これね。そうですよね。バックボーン。バックボーン、our economy っていうところが。いや、もうまさに屋台骨ですね。これ王国柱って言ったらちょっと家庭感出ちゃう。王国。大国。大国柱。王国柱。ねえ、ごめんなさいね。ちょっとどうしても日本はね、あの、100ではないので、申し訳ないんですけど。そうなんです。大黒柱ではないけど、屋台骨っていう、この表現は絶妙だね。そうなんです。アレックス。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。でも、まあ、あの、まさに、あの、トルドーさん言ってる通りなんですけど、うん、こういう企業をどんどんと支援していかない限り、うんうん、やっぱり、その、なんて言うんだろう、今の支援って、ただただ支援をするだけじゃなくて、毎回そのスピーチのコメントの中もやっぱ含まれるのが、うん、あとなんです。リカバリーっていうことを必ずおっしゃるんですね。うん、はい、まさにその通りで、今やってる支援策っていうのは、もうその火事をどんどんとっていうわけではなくて、うんうんうん、今後も見据えてる支援策であると、しっかり強調されてます。うんうん、だからそこは、まあ、そのための策がどんどん改善もされていくとは思ってますので、はい、うん、っていう感じですね。ですね。いうことで、うん、企業のそれから、うん、そうね、企業のその商業賃料援助。はい。はい。これ大きいです、はい。シーバーじゃなくて、これはもうセクラになるのかな。セクラになる。すぐそうやって呼びたがる。呼びたがるんですけども。なので、今日かな？あ、昨日？今日だね。昨日だね。昨日ですが、ね、今日付でオフィシャルにソースが出た、はい。出ましたと、うんうん、いうことで、はい、
これはですね、オフィスをやってるビジネスオーナーには、まあ、非常にその、うん、はい、まあ、ヘルプになればいいなということですけども、うん、一応4月まで遡り、5月からおよび6月の数ヶ月間、中小企業のオフィスや職場の賃料を引き下げるか、うん、まあ、賃料を免除する対象をした商業用不動産の所有者に融資をすると。はい、そうです。で、これどういうことかというと、家賃が、うん、この間のね、うん、その、個人の家賃補助。はい。お家の。うん。未だになんか500ドルもらえる言うてる人がいますけども、うん、あれは違いますよと。うん。これも同じで、はい、ビジネスオーナーが家賃をもらえるんではなく、そうですよ。ここを貸してる、うん、オフィスを貸してる会社が、うん、不動産を所有してる人です。不動産を所有してる人が、うん。うん、じゃあ、いい。家賃この間ちょっと下げるよと。うん。もしくは、賃料を、免除。いらないよと。いらないよって免除だよね。免除ですね。うん。今回は、うん。今回は本当払わなくていいよって。うん、っていうことをやったところに、うん、その返済免除条件付き融資。いわゆる、さっきのやつ。そうね、うん。お金を、まあ、銀行というかカナダ政府が、うん、その、不動産オーナーに、お金を、うん、まあ、なんとかして出すので、そう。その、貸してる先を免除してくださいよということ。うんうんうん、で、やっぱりこれはね、本当レストランだとか、その、さんとかの部分で、ね、できればいいですよね。ホームオフィスとかじゃない限り、これ、もう運営コスト絶対かかりますよね。うん。うん。ってなると、やっぱりこういうのって、みんな必ず収入がないのにもかかわらず、この今の現状の中、どんどんお金が出ていくってなった時に、何が一番大きいかというと、やっぱり家賃なわけですね。固定費ね。うん。固定費ってどうしてもかかっちゃうので。いや、まあ、ていうか、こんな話してる俺も、本当なんかもう、あわわ。折れそうだもんね。だってね、毎月。家賃。誰もこのいないオフィスにさ。そう。もう、うん、パーティーしてやろうかと思っちゃうんですけど。思っちゃうね。できないわけですよ。うん、それも、もう、マック、ミーティングルームのでっかいスクリーンでファミコンするぐらい、ね、うん。これにね、家賃を何千ドル払ってるかと思うと、もう、うん、もうたまらないですよね。ね、もう、テントでもね、キャンプでもしてやろうかっていう話ですけど。まあまあ、できないわけなんですけど。ね、はい、いうことで、はい、そういうのが発表になったんで、また詳細はですね、うん、ライフバンクーバーの方で近々公開します。公開していきたいなと思います。うんうん、はい。でも、はい、まあ、毎回言ってますけど、毎回やっぱり改善されてます。す、う、べ、ん、ての解約になってるケースは、うん、未だにまだ見ておりません。はい。うん。ということもあるので、皆さん、まあ、企業主の皆さんもそうですし、みんなですよね。住んでる皆さん。そうですね。うん。はい。ぜひぜひ。じゃあ、ちょっと次のあれに行く前に、ね、うん、まずこれを、サーブの話ちょっとしときますか。あ、そうですね。サーブの話を、うん、はい。うん。もうまさに、コメントでいただいてる通りなんですけど。1000ドルの話でしょ？そう。あ、ごめんなさい。いただいたコメントで。あ、コメントの話、はい。そうですね。あ、はいはいはい。ここですね、その、現行上、申請時の不正チェックがない。まあ、いわゆる、不正チェックがないためにっていうのは、うん、申請したらもらえちゃうんですよ。そうなんです。これは、うん、うん、一部の、うん、まあまあ、僕らが許せる許せないの話じゃないけど、ね。ごめんなさいね。これも、ナイバンクは代表せずに、うん、あくまでもアレックスとチョウの個人的な、ね、個人的な部分ですね。うんうんうん、要は、その、やっぱりタクサブルでもあると。で、ここで収入が減ったからっていうのはあるんですけども、うん、その、変な話、今、もうビザが切れてて、もう、その、ソーシャルインシュランスナンバーがあって、CRA のマイアカウントがあれば、申請できちゃう。うんうん、で、できたら、なんか、2、3日でパッと振り込まれちゃうから、そう。一部では、それをもらっては旅行行こうとか、うん、その、うん、別に困ってないのにもらおうみたいな、うん、とか、その、うん、僕も実は SNS で見たんですよ。いるいる。観光ビザです。うん、で、申請したら、はい、2000ドル入ってきました。うん、前ワーホリに行って今観光でいます。で、入ってきました。だから新ナンバーが残っちゃってるんですよ。で、なんてカナダ素晴らしい国、ありがとう、これをみんなに広めますって言ってる。いや、そうじゃないよ、と。いうことがやっぱりあります。うん、で、かつ、タクサブルだから、これは、もらったら、やっぱり、その、2020年の収入として、やって、タクスリターンをして、やるっていう部分がやっぱりいるので、うんうんうん、しないといけないので、そこをせずに、うん、ね、3ヶ月、4ヶ月、8000ドル、2000ドルかけ4ヶ月で、うん、8000ドルもらって、わーい、じゃあ夏にもう日本に帰っちゃおう、みたいなことを考えてる人がいるという、うんうんうん、これは、
いるだろうじゃなくて、いるらしい。いる、いる。はい、うん。だってもう、はい、今おっしゃってる通りに、個人ブログのポストなんかで出ちゃってるわけなんですよ。そうそうそう。どんな意図で出してるのかは、まず何も置いといてね。うん、それは置いといて、うんうん。この間言ったように、どっかのね、いろんなブログが、いろんなブログっていうか、もう、特定して言うわけじゃないですけども、うんうんはい本当にアクセスを集めるためだけに、そうなの。2000ドルもらえますみたいな、キャンペーンみたいな、告知の仕方とか、インスタグラムとかツイッターとか、そういったフェイスブックとかで、2000ドルもらえる申請方法、なんか、簡単、2分で簡単申請方法をやりますみたいな、そういう風にやってるのを見ると、やっぱりちょっと、違うなぁということを、これ、オピニオン。オピニオン、うちらもちょっとね、こういう機会なの、ね、オピニオンとしては、違うなっていうか、まあ、首を絞めてやりたいなと。いうのは、まあ、そういうのあるんですけど、これ、なんで結局、カナダ政府がこんなに緊急に、ファースト、うん、なんていうんですかね、こんなテンポよくね、すぐ支給できるかというと、うん、困ってる人がいるから、ね。いるから。それだけ。うん、もう、そのために、じゃあ、例えばなんですけど、これを一回審議して、セキュリティを課せて、うん、で、条件も全部、こういうふうに自己申告じゃなくて、うん、あなたは本当に困っていますか困っていますか浮き輪を投げますよ。でも、本当に困ってるかどうか、証明してください。だったら、溺れてないですよね。投げますよっていう。そうではなく、とりあえず本当に困ってる人に、浮き輪を投げると、ね。投げる。とりあえず投げて、で、使わない人は後で返して、うんうんうん、でも、持って帰らないでっていう話だけであって、その善意を踏みにじるようなことは、うん、まず、しない方がいい。ね、うん。した、罰当たるって。うん、そうそうそうまあでも、それぞれその困ってる状況もあるし、そう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 ある程度性善説っていうのもあるし、うん、ね、うん、切符を買ってる前提で電車に乗るっていう部分がね、今でこそビローンってゲートがついてきましたけど、昔はなかったわけじゃない。そう。ねうん、なんでまあ、一応その個人のオピニオン置いといて、ただまあ注意喚起。うんそしたら必ず伝えないといけないんですけど、ね、まず一つ、これまず、タックスバルであること。うんうん、で、不正のチェックは今ないけど、うんうん、これ、おいおい、カナダは、まあ、まあ、政府としてもそうなんですけど、そういった部分でこういうことがないように、うんうん、っていうところで、こういうことがないっていうか、罰則、ペナルティもしっかりこの後についてきますから。は、う、い、んうん。うん。なんで、なんて言うんだろう、軽い気持ちで、うん、うん、うん、申請はしないでほしい。というふうに思っております。ております。はい。うん、そうですね。はい。さて。さて、記事の部分で言うと。マリコさんありがとうございます。お二人の話を聞きながら早速コンビニ屋さんに宅配を注文しましたと。ちゃんとライフバンクーバーで知りましたとお伝えしました。いやもう、ありがとうございます。これが何よりも我々の糧なんです。要は、そのライフバンクーバーで知りました。ライフバンクーバーで見ました、はい。ライフバンクーバーで役に立ったから、うんこの経済活動を行った、経済活動なんか何かを買ったね、チケットを申し込んだとかね。はい、言うてると、うん、ライフバンクーバーもスポンサーさんが、はい、そこで、ライフバンクーバーって効果あったよね、と。そうなんです。いうことでね、でやってくれると。うんコンタクトレンズはここから買ってください。ぜひ買ってください。はい、保険もここから申し込んでください。そうなんです。Wi-Fi ルーター日本に今行かないけども。もちろん。一時帰国の時は借りてください。英語勉強したらね。英語勉強したらね。スコアアップしてください。エイブルさんでしっかりね。日本の荷物今ちょっと閉じてますけども。遅れますよって。遅れますと。いうことで、そうやってやることでですね。はい。バンクーバーを使っていただける、この番組の提供は、ライフバンクーバーの提供でお送りいたします。業界最安値、日本と同じコンタクトレンズをお手元に、パーフェクトレンズの提供でお送りしました、うん、みたいな形のですね、いわゆるその、スポンサーさんなんです。うん、それがあるからこそ我々は、うん、ウェブサイトを運営して、それから取材に行ったり、ね、はい、皆さんにこういった記事を提供できたり、うん、このね、翻訳をしてるのはね、翻訳代とか誰にももらってないんです。だけど、こうやって皆さんが見てくれるから、スポンサーさんが、スポンサーさんとしてのその情報を提供してもらえる。うんうん、で提供してもらえるから、我々もそのスポンサー代でっていうことで、うん、まあ、ビジネスが成り立ってますので。いい循環なんです、これ。ぜひ、ライフバンクーバーで、知ったものは知ったよっていうことで、言っていただければですね、はい、ありがとうございます。見てもらえれば、非常に嬉しいなと、はい。なんていうんですかね、誰かの時間を削ってるわけでもないし、うんね、誰かに損を被ってるわけでもないので、うん、情報をシェアする、伝達するっていう意味では、まあ、引き続き、ね、有益な情報をどんどんシェアしていきたいと本当に思ってるので、でね、ぜひ皆さん、はい、ライブのね、配信をちょっと登録してくださったりとか、はい、
まあそんな感じでですね、これはまあ役に立つ情報でもあるし、ライフアンクバのスポンサーさんでもあります。そうです。まあ日本語のそのメインランドクリニックさんですね。はい。まあ保険入ってたら医療通訳だとか、そのキャッシュレスの、まあ学生さんとかワーホリの方なんか、ね、はい、使ったことある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、メインランドクリニックさん、今まあその、病院にね、本当にね、お腹痛いから病院にパッと行きづらい。ね、特にそのいわゆるコロナっぽくなかって、コロナでも診察受けれないとかね、はい、その状況によって、ね、待たないといけないとかね、うんうん、でそんな状況でね、うん、この間うちの子がボーンって倒れて歯を折って歯医者に行ったけど、そんな怪我をされたら困るわけですよ。もちろん、うん、困るっていうかそのね、うん、病院に連れて行きたくても行けないとかね、うん、ね、医療崩壊とは言わないけど、そう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 、やっぱりすごいテンションがかかってるわけなんですよ、そうそうそう、今の現状で。だからそこの部分でまあやっぱりできないけど、うん、やっぱりその何とかしたい、これどうしたらいいんだろうね、コロナがこういう症状なんだけどっていう方を、はい、なんとですね、まあカナダこれ全土から受けれるようになるんですよね、うん、オンライン診療をスタートされました。そうなんです。はい。まあスマホで簡単、ね。ね、もう書いてある通り。安心の医療サービスということで、うん、フェイスタイム。メインランドクリニックさんのトランスメッド、うん、メディカルサービスさんというところがですね、日本語の通訳医療サービス、それから保険に入っている方のそのいわゆるキャッシュレスの対応をしてくれてるということなんですけども、はい、まあお電話番号、それからまあ LINE も受け付けてるらしいですね。604ドクターということで、もしくは、ウェブサイトの、オンラインフォームからということで、こんな感じでですね、ズームとかですね、まあ、フェイスタイムだったりとか電話を使って、皆さんも家にいる。で、相手のメインのクリニックさんは、いわゆる遠隔でですね、はい、やってくれる。もしくは通訳が必要だったら通訳ができるということでですね、ご紹介をしています。はい。で、まあ、その、海外旅行保険を持ってる方と、うん、それから、まあ、ローカルの保険ですね、はい、アリアンスとか、トゥーゴーとか、ガードミーとかって、JF とかっていうのがある方の場合と、はい、あと、まあ、実際そういった保険じゃなくて、MSP の人ですね、うん、いう方で、いくつか、まあ、ちょっとご紹介をしてますんでですね、ぜひ見てください。ぜひ、ライフバンクーバーから記事を見てですね、うんうんうん、まあ、該当される方、ちょっと体調悪いなとか、はい、もう本当に、例えばね、ちょっと、鬱気味になっちゃって何とかしたいとかね。うんうん、ちょっとぐったりなんだけど、うつなのかどうかわからないとかね、うんうん、あると思うんですけど。あるし、まあ、そういう人が言うかどうかわかんないけども、うんうんうん。例えばね、まあなんかちょっと女性の病気で、うん、ちょっと今、何とかしたいんだけどとかね。はいはいはい。うんうん、もしかしたらコロナかもしれないけど、なんかわからないみたいな。うん、いうことがあればですね、ぜひぜひ、こちらからですね、はい、トランスメットさん、うん、はい、で全部日本語ですから、はい、日本語でこれは安心していただきたいと思いますし、はい、あとどうしても日々生活してたとしても、はい、ごめんなさい、これカナディアンであっても同じなんですけど、うん、医療の言葉って違うじゃないですか ね、日常生活じゃないんで、そういった部分はもう無理して Google トランスレートじゃなくて、しっかりやっぱりちゃんとした専門の資格を持ってる、で専門の経験を持ってるメインランドクリニックさんだったり、だからやればいいかなと思います。お願いします。はい、まあバンクーバーのトロントにも MCI クリニックってありましたよね。はい。はい。まあ、同じですよね、医療通訳サービスを提供されております。ぜひご覧ください。はい。はい。で次ね、さて。まあ、なんてやってたらですね、もう90分ぐらい。芋行きますか。芋行きます。芋行っときましょう。人気記事。ででん。はい、あ、エンタメ系コンテンツもやりたいね、これね。そうですね。あ、でもここで全部やっていいんじゃないですか、そんな。ですね、バンクーバーの方。むむむ。これ実はこの今週の、はい、もう人気記事だね。やばいですよ。はいはい、はい。ライバンクーバーの、うん、まあ、ライターないし、編集部であるあのね。はい。我ら。我らの野菜ソムリエヒロ。うん、そう。野菜の王子。野菜の王子。そう。バンクーバー野菜のことが大好き選手権っていう、その。開催したら多分準決勝ぐらいまで。いや、もう、多分審判とかそういう席です。あ、そっち。もう。来賓。そうそう、来賓。名誉会長的な。いや、でもまあ選手権まずね。そうですね。一回目やらないと。ありますけども。はい。彼がまあ見つけた、ここですね、この間、はい、これ、サンギブンフーズ、ね。一応ね、はい、書いてます、メトロバンクーバー、バーナビーですね。Yes. これはバウンダリーと、じゃヘイスティングスと、うん、どこだっけ、えっと、どっかにオープンしたんですよ、中国系のスーパー。サンギブンフード、うん、
なんかね、アメリカのトレジョみたいな感じの店内。あ、ほんとそう。のチャイニーズ版。チャイニーズ版、チャイニーズ版。あ、そうか。はいはいはい。ですね、ウェストブロードウェイと、うんうん、あ、ここで調べてみんな見てもらうとね。あ、そうですね。ベリンハム。サンギブンフーズ。ベリンハムと、うん、これが、ウェストブロードですね。はい、これかね。うん。あの、ジェリコビーチの、ジェリコビーチとダウンタウンの真ん中辺ってざっくりすぎますけど、そうですね。いや、それは、あ、それは、うん、これはこっちのでしょ？そうそう。ちゃうちゃう。ね、ここは前からあるのよ。あ、バーナビーの。したのはバーナビーの。あ、失礼しました。バーナビー。バーナビー。ホームページここです。はい。うん、ギルモアです。おお。はい。ギルモアと、ヘイスティングスにできたサンギブンフーズですね。そこも俺もうちの近くなんですけど、実は。で、ここに行ってですね、行くとですね、なんとですね。鹿児島。うん。芋、安納芋。鹿児島の方見てますか、はい、鹿児島ですよ、はい。鹿児島。で、これはなんかね、別名、蜜芋って、もうあんまり俺はね、野菜のことをこう、ダメですよ。私たち方、ちょっと、ね、言うと、叩かれますからね。ボテクラされる、ね。そうそうそう。もう、首絞められるから、もう。ボテクラされて、え博多弁。博多弁、ボテクセさせられる。お前ナンバーワン芋の言葉言いようとやる。知ってんのかと。知っとうようにナンバー、説明しようとやる。怒られるんですけども。調査僕は、僕は有機物はちょっと苦手。あらら。パソコンとか、ガジェットとかね。そうですね。そうそうそう。アルミニウムとかさ。うんうん、ああいう無機質なものが得意なんですけども、そ, うなんですよ、ね、そんな僕が説明しますけど、芋、ね、カナダの蜜芋って言われる、はい、のがあったです。ジャパン鹿児島スイートヤムという名前で。本当に日本から来てるんですよ、これ、うん。だって見てください、この箱、うん、独特な日本の。しかも東急 A。A。うん。で、焼きやすいサイズ S。S。気になるのが 2L ってどんだけでかいんですか超でかいのかな。で、だって考えてください。S で、M で1ランク。俺でも L よりもさ、このプチっていうのが気になるんだけど。多分もうなんか、もっとちっちゃいんでしょうね。プチ。トマトサイズ。トマトサイズ。プチ芋。しょう。あ、でも、らしいですね、でも見てください。種菓子。これ、一箱3キロ。はい。で、39.99。でもさ、日本でも高い。そうね。うん、日本でも夢に見た、まで見た、あんの夢に見たんか、言うてね。いや、見てると思いますよ。金に糸目をつけず、一箱買ったらしいですね。だって、ソムリエですから、はい、夢は野菜しか出てこないですよ。ひろきしも、ひろきし、コメントあったら言ってください。はい。芋に関して。いうことで、野菜王子。野菜王子がですね、こうやって買って、写真を、いつも多分か、ね、綺麗だね。で一眼レフでいつもこの撮ってる感じがね。そうなんですよ、ね、そうなんです。なんで皆さん、野菜売り場で一眼持って片手で野菜撮ってる人がいたら、野菜王子です。野菜王子です。間違いなく。野菜ソムリエヒロです、はい。はい。声かけてあげてください。はい。で、キッチンペーパーで湿らせて包み、アルミホイルで包み、うまいやつや。オーブンで焼く。これオーブンで焼くって書いてるけど、俺この間バーベキューコンロ買ったんだけど、バーベキューコンロで焼いて。いや、いけるでしょうね。いけるいけるいける。ただ、どれぐらいやればいいか分かんないよね。うん、うん、うん。1時間焼きます。160度で1時間焼きます。そっかそっか。で、箸で刺すと。箸で刺すと。うん、そうすると、もう絶頂。絶頂、うん。もうこの漢字2文字に全てが込められてます。ヒロキにまくってます。で、そしてここで野菜、カナダの野菜ソムリエヒロのツイッターがありますので。ちょっと動画見ましょう。はい、これ見たいです。ぜひ皆さん、フォローしてください。はい。ああ、いや、うん。ちょっとスムーズに開けれないかな。ちょっと一瞬ファショピントが合ってないよね、ちょっと一瞬ね。なかなかさ、一人でさ、携帯持ちながら、ピント合わせるのって、うんうん、ラーメンのリフトするときもそうだけどさ。そう、一人だと。難しいね。やっぱスタジオワークで2、3人は必要なんですよ、安納に。そうそうそう。それか、自分の目線に携帯が、うん、ホールドできてさ、あたりに。GoPro のね。GoPro みたいな感じで、こう、カチってく、はいはい、胸のあたりか首のあたりにつけれて。よくバンドのボーカルがギター弾きながらここに。ハーモニカ。ハーモニカスタンド。あんな感じで携帯がつけられたら、うん、多分ラーメンのリフトとかこういう。超上手に。そうそう。両手でなんかやりながら食べ物を撮るってなんですか、ね、だってこれ考えてください。Twitter のこれなんて、多分ひろきさん、普通に口でカメラ加えてるんですよ。
冷静に考えたら。だって両手使ってるからね。両手使ってるからね。もう口で何らか加えながら。加えながらこれ。そうそう。だから皆さん応援してあげてください。ぜひ、野菜、カナダの野菜ソムリエヒロのツイッターをフォローしてあげてください。あ、あと皆さん、自分のこれを宣伝するとか、個人アカウントもいいんですけど、ライブバンクーバーさん宣伝してくださいって教えてください。はい。できる限り。もうぜひぜひですね、まあ、スポンサーさん、当然まあスポンサーさんは優先します、僕らは。だけども、ライフバンクまでこういうことを紹介したいとか、こういう活動をやってますとかですね、他にも、あれば、その場で、ね、これ、毎回毎回、この間のやつって、何ビューぐらいいった？ですね、ここで見れるんですけど、この間のやつがですね、まず、第4回。第4回いきます。ちょっと待って。あ、違う、そっち、右。ああ、そうだね。でね、あ、そこに書いてあるよ。書いてますね。1万、リーチがですね、1万2000。再生回数が2700回。ね。2743回。はい。なんかね、100万再生とかって言いたいけど、もうそんなレベルじゃないけどね。頑張っ、でも、まあ、何千という単位でですね、はい、一部で皆さん聞いていただいてるんでですね、ありがとうございます。ラジオみたいな感じでちょっと見ながらですね、やってくれてるんでですね、ぜひ、なんかそういうのがあれば。はい。自分たちも積極的にはシェアしていきたいとは思ってますので。コメント参加も、歓迎してます。ウェルカムです。マリコさん、ありがとうございます。まあ、コメントありましたけど、全然バンクーバーの日経ビジネスとは関係ありませんが、はい、ニューヨークのメトロポリタンオペラのサイトで、毎日名作が無料で視聴できますと。今夜は蝶々夫人なので、有名だけど見たことない方におすすめです。俺みたいなね。これもうタイトルしか聞いたことないですよね。ニューヨーク、オペラ。メトロポリタン、オペラ、フリーぐらい検索したいのかな。おお、うん、もう、ありますね。ザ・メトロポリタン・オペラ is offering a free virtual show. ルサルカン。ドブラックス。ドブラックス。今日は金曜日。今日金曜日です。17。はい。クリックしましょう。はい。ラルメンデ。わーはーはーはー。バーチャルシアターなんですかね。うん、そうですね。バーチャルショーなんですって。はい。いうことで、メトロポリタンオペラのサイトに行けばいいんですね。あ、これです。はい。マダム、バタフライ。デヴィ夫人かと思った。違います、ね、ちょっとこれ、ズームでみんなやるわけじゃないですか。あ、ズームでやんの？嘘でしょ？あ、違うよね。あ、めっちゃ日本。ビデオよね。あ、これはナイトリーオペラストリーム。あ、これ、歌舞伎、はい、じゃない。ごめんなさい。うん。なんかやってます。はい。はい。気になります。ズームでやってくれるのか、はたまたどうなのか。ここね、まあ、これに関連してですね、ぜひぜひ、はい、あるのか。あ、はい、これ行きましょう、はい。無料開放中のエンタメ系コンテンツで、で今日皆さんに僕もね、一つね、ちょっと日本の番組とか見れるサービスをね、紹介したいなと思いますけども。はいはいはい。まあ、これ、ライブ番組の記事まとめで、無料開放中のエンタメ系コンテンツ10。うん。あ、コメントをいただきましたね。在宅勤務が続く中で、声を出して笑うことが少ないのですが、おかげさまで週に1回ライブバンクーバーでリフレッシュ&勉強させてもらってます。今日はセバでした。今日一番セバ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ごめんなさい。これね、皆さんの声がコメントでしかもらえないじゃないですか。ありがとうございます。番組みたいに笑ってると聞こえないので、喜んでもらってるのか、笑ってるのか、滑ってるのか分かんないですね。これ、セバって僕はすごくあるのは、ヌジャベスっていう、ヌジャベス人なんですよ。アーティストというんですかね。はい、ヒップホップのね、アーティストなんですけども、はい、この人がですね、これ逆から読むと、セバジュンなんですよ。ね、なるほどね。まあ、知ってる人はみんな知ってるんですけど、セバジュンさんが、やってるのがヌジャベスっていうのなので、はい、もうセバっていうとこれしか頭の中に。ちょっと、本当にセバジュンさんですね。あ、そうそうそう。ああ。そう、ヌジャベス。逆にしたから、うん、あ、なるほど、うん。今年一個上、だから学年一番。1974年の2月まで。はいはいはい。学年一番。ヌジャベス。学年が気になるこの頃。ぜひぜひ。でもね、そうなんです。ちょっとね。2010年2月にね。あら、ああ。事故でね。打開されてるんですね。あ、じゃあ、ぜひぜひ。はい。でも、まあ、作品はございますけども。はい、ごめんなさい。はい、戻ります。ありがとうございます。はい。シーバね。
シーバ。セバだ。はい。シーバは CBA ですかね。シーバはでもライオンキングを最近でよく子供と見てるからね、もう、シンバ。シンバ。シンバってずーっと言ってるのがそれが頭の中にあるんですけど、ね。ます。はい。エンタメ系コンテンツ行きましょう。はい。はい、1、シルクドソレイユね、60分の無料スペシャル動画コンテンツ。うん、多分、皆さん同じかもしれないですけど、ネットフリックス、見倒すともうないんですよ。ないのよ。なんだろう、横ボタンを連打しちゃう。わかる。ないから。ずーっとプッ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 、あ、これ違う。これ違う。そう。なんか、うん、そう。あと、しかも止めてるとさ、はい、プレビューが流れ出すじゃん。わかる。もうそれすら覚えてるじゃん。何が出るかすら覚えてるし。じーっと悩んで止めてるとずーっとそのプレビューがずーっと流れてるよね。かといって、うん、ここで全く興味のないジャンルを最初から見るかどうかって見ないんです、うんうん。そうね。僕のおすすめはね、スーツ。ね、スーツ。それから、はい、ブレイキングバットね。はいはい、はい。あれは面白いと思いますね。はい。ということで、知ることさえよ。そうなんですよ。ずっとネットフリックスで、ね、なかなか、そうするとね、こういう、シルクドソレイ、サークドソレイってね、うん、はい、今、ちょっとでも、はい、経済的に危ないらしいよね。もう、なんかね、倒産するうんたらみたいな話は出てますけど、うん、でも、それでもちゃんとこういうふうに作品にね、うんうん、変わりはございません。はいはい、なんで、ぜひぜひ。はい、王とかね。ルチア。王、ルチアね。ローはならラスベガスやね。はいはい、あと、クーザー僕大好きでしたね。クーザー。はいはい、はい。毎年なんか、見に行く。シルクドソレイユ会員になってると、ちょっと先に買えるの、ね。あ、なるほど。はいはい。プライオリティがつくんですね。ちょっとシルクドソレイユビデオ見れます。はい、60分無料。はい。うん、それから、日本のアマゾンプライムビデオですね、一部無料配信ということですね。来たよ。忍たま。あ、忍たま。はい。みんな大好き。はい。あとは、小学館のこの、少年少女、日本の歴史。日本の歴史。これ読んだね。これ図書館にありましたよね。めちゃめちゃ読んだね。うん、図書館にあった、ね。漫画のやつですよね。うん、そう。よく、もうずっと読んでめっちゃマニアみたいに知ってるやつ読んだよね。そう。はい、ペニシリンは、つって。ペニシリンはこれで、ああでこうで、つって。いやー。あ、これ、懐かしい。これ変わってないですよね、ずっと。大変ご好評いただいております。小学館版漫画、学習漫画。日本の歴史ね。やっぱでもここはでも戦国時代が好きだったな。織田信長とかね。キングとかね。キングダム。キングダム。はい。ということで、小学館のサイトで見れるそうです。ございます。あと、大人の皆さん。良い子の大人の皆さん。良い子の大人の、でもこれ子供もそうだけど、週刊少年ジャンプ。ジャンプ。はい。ありがとう。ありがとう。ジャンプありがとうございます。ありがとうございます。60なんか、61巻までワンピース読めちゃうんですよ。あ、そう。すごいですよ。すごいかどうか。ごめんなさい。自分もちょっと止まっちゃってた。ワンピースね、4巻か5巻ぐらいまで読んだんだけどさ、いまいち入り込めず。自分、うん、どこで燃え尽きたかというと、耳が長い人のところで燃え尽きちゃった。燃え尽きちゃった。天空で雷を使う人、ネテロ、テヘロ、メテロ、ネゲロ、わかんないですけど、多分そんな方のところで読み終わってもうお腹いっぱいになっちゃって終わったんで、ちょっと続き、これを機に見ます。ナルトね。はい、あ、しかも子供のブルトも行きますよ。何これ？あ、ボルト、ボルトじゃない、ボルト。ナルトの子供なの、ボルト。そうなんですよ。らしい。あ、ゴテンクスみたいなもんじゃ。的な、あ、でもゴテンクスは合体してるから、うんうんうん、一応ボルトは合体してないので、うん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 、まあ子供です、うん。です。なので、無料コンテンツもやっぱりどんどんあるので、皆さんもぜひ、うんうん。なるほど。はい。少年ジャンプ。でした。はい。ということです、ね。ジャンプです。はい。すごい。で、これです。ドラゴン桜。来た。はい。教えてやる。東大は簡単だ。そう。うん。バカなやつほど東大へ行け。あ、違う違う。何でバカとブスは東大に行くわけ。まあ、とにかく、うん、いわゆる、この世の中は頭のいい人が、頭の悪い人に分からないように、うん、都合のいいようにルールを作ってるんだと、ね。なるほど、ね。いうようなことで、はい、まあ、いわゆる、僕ら学校に乗り込んでた弁護士が、はい、まあ、教えると。そう、教えるということ、うん。なんだっけ、映画。映画ドラマ映画でさ、はい、あったじゃん。ビリガル。よくわかったね。わかった。すごいね。出てこない。俺のシナプスとこのニューロンの、全然噛み合わなかった、ね。いや、ビリガル。人間の記憶ってこう思い出すけど、シナプスとニューロンがこう、ピュンってこう、
はい、きっかけを作って思い出す。ごめんなさい、また全然全然記憶がね、ビリギャルね、ビリギャルありました。ちなみにこれもうドラゴン桜をすごい印象深いの、結局ドラマの時にガッキーが出てたんですよ。あ、ドラマ？ドラマ。実写版ドラマ？実写版ドラマ。で、阿部寛さんでしたっけ、うんうんうん、が、その主人公役をされてたんですけど、はい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 、その時ガッキーがまさかのギャル役だったという、全然関係ないんですけど、すごい可愛かったなっていう話ですけどね。勉強になります。勉強になります。これ系で言うとね、はい、もしまあみんなネットとかで何とかで見れたらいいなと思うんですけど、女王の教室。あれ？はい。あれ？うん、何でしたっけあの人、天野ゆ、天海祐希。天海祐希。あれはね、おすすめですね。天海祐希さん、女王の、天海祐希さん、年末笑っていけない出てましたね。ね、いやー。笑っていけない出てたね。出てましたね。校長でね。校長で。あなたたち、言ってたってね。目覚めなさい。ナショナルシアター。はい、ライブ4週間。ライブ4週間無料鑑賞。やってます。YouTube で楽しんでください。ちょっと、あれれれれ、あれれれ。これよく削除された系に出てくる、はい。ロイヤルオペラハウスですね。これはどういうやつかな、はい、はい。イギリスの。はい。はい、ございます。あと、まあ、ABEX。あ、すごい、ABEX、はい。はい。トロントでね、一緒にお仕事してた、トモさんが今 ABEX にお仕事してるって言いますけど、元気ですかーって聞いてるわけないよね。見てますか見てるかもしれないですよね。わかんない。ということで、ABEX の期間限定ライブ。ライブはね、僕大好きなのね、メタリカとかがね、ライブやってくれてんだけどね、もう一人でね、一人でっていうか、ヘッドホンで聞きながらさ、朝の6時ぐらいにたまたまそのメタリカのライブのビデオを見ててさ、はいはい、はっと気がついたら、マスター、マスターって言ってたからね、これね。食べちゃうって言ってたからね。いや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 、でもなんかライブには、今はもう無理だと思うんですよ。しょうがないんですけどね。この先どうなるか。ただ、うんまあ、コンテンツがあるだけでもありがたい。はいはい、うん、あ、達也さんが、ウォッチングっていうことで、入ってくれました。達也さん、まだ聞いてくれてたらあれですけども、はい。先ほどのですね、炊き込みご飯。炊き込みご飯の件をですね、はい。ちょっと宣伝というか、させていただきました。うん、はい。これです。ステムさんで、はい、炊き込みご飯。ちょっとまあ仮プロジェクトですけども、まず注文をネット上でライブバンクはないし、まあ、うん、僕、まあ個人的なつながりですけども、僕のまあツイッターなのか、はい、で、教えてですね、これ欲しい人は、ライブバンクーバーにぜひ、はい、行ってください。ステム特製、おうちで簡単、炊飯ジャーに突っ込むだけ、そうです。フリーレンジチキン炊き込みご飯。そして、三直。菊。三と三直。菊芋。聞く芋、うん。食感シャキシャキで美味しい。と、チョークの一味。そうです。うん、芋の、チョーク。チョーク、チョーク一族の一。一族の一味で、バンクーバーのウィキペディアこと、はい、マリコさんから教えていただきました。で、あと、サバ、ユアン焼き。サバじゃないです。ユアン焼き。はい、銀だら。銀だらのユアン焼き。銀だらのユアン焼き。ということで、ニューロケンダー。ということでですね、あとまあ、小鉢、ディナーフォートゥーみたいな感じですね。50度。もう、ね、ぜひね、ステムさんの、これ味わってほしいなと思います。はい、食べたいよ、はい。もう実はですね、これまあ試作ということでですね、はい、僕は今週末にいただくことになってますので、なんとちょっとこれをですね、一足先に、はい、うちの炊飯ジャーで作ってですね、動画にして、うん、はい、ライブバンクーバーの方で、載せたいと思いますね、はい。そこの中で、皆さんの注文とか、はい、デリバリーの仕組みとかって考えていきたいなと思うんで。そうです。もう、これね。今。ごめんなさい、これ、多分おそらく唾で蒸せたって。これは間違いなく。もうね、もう、40後半入ってくるとじゃないけど。はいはい、ネットフリックスとかさ、YouTube とか家でソファーに座ってじーっと見てるわけ。はいはいはい、はい。見てたらさ、うん、妻が、機関室にいきなり入って、ゴーゴーゴーって、どうした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 なっちゃう。そう、ずっと止まってるとね、体がどうしてもね、そう。ダメね。ダメ ね、うん。運動しましょう。はい、今、自分たちが紹介してるコンテンツも、どうしてもこう、座って見ちゃう系になっちゃうんで、よかったら皆さんのおすすめ在宅エクササイズ。うん、そうね。教えてください。もう今は、本当にこの、家にいないといけない、うん、生活用品を買いに行ける、うん、デリバリー頼める、はい、ネットが使える、はい、ね、うんうん。こういう状況をいかに楽しむか。そう。うん。
だからもうこの缶だけ、うん、逆にテラスとかさ、ショーとかに頼んで、うん、ネットちょっと一番早いやつにしてもらうとかね。ね。うん。うん、うん、ね、やっぱ毎月の費用はちょっとあるから、それはあれなんですけど、はい、例えばですね、例えばオフィスは、うん、今ここ1ギガの。なるほど、なるほど。そうそうそう。だから、速度ね。10メガとか100メガとか、はい、50メガとかいっぱいあるけど、うん、1000メガなんですよ、言ったら。うん、オフィスで使ってる。そうそう、オフィスで。なるほど。そしたらもう映画のダウンロードとか、シュッ、シュッ、シュッ、つって。5G か、お前。言うぐらい早いんですよ。だから、うん、もういろいろネットを使って楽しくできることがたくさんある。はい、あるある。うん、なので、うん、まあね、このタイミング1ヶ月、2ヶ月ですからね。はい。ちょっとその、どっかに旅行に行ったりお金を使った部分をそこに回してみて、はい、うん、ぜひ自宅のネットをですね。はい。早いプランにしてみてください。ちょっと1ヶ月だけ。100とか300とかね。うん、うん。結構変わるんですよ。ね、はい、もちろん、日々どうやって使ってるかによるんですけど、少なくとも YouTube 高画質で。とかね、うん、そういうのができちゃったりするので、メトロポリタンオペラ書いてます ね, ぜひぜひぜひ。でもそうするとですね、YouTube も Netflix も 4K 動画もね、快適になっちゃう。快適サクサク動画も、ゲームもできる、ステディアもできんじゃないかなとね。ね。まあちょっとそれは賛否両論いろいろありますけど。ありますけど、でもまあそういうなんていうんですかね、俗にこうオンラインでっていう、うん、クラウド上のっていうサービスも増えていくとは思いますので、はいはい、これを機にぜひデジタルガジェットとか特に興味なかったんですけど、うん、っていう方はいたと思うんです。うん、正直、うんうん、ただ今使えざるを得ないし、で何でしたっけ、ちょうどトロントのこともあれですけど、トロントはね無料で iPad を子供たちに配布する、ね、トロントのダグホーさんが4時間前、学校に行けない方に、うん、子供たちに、うん、学校に行けない子供たちかつ、うん、家にパソコンもネットもなんかないみたいな人に、うん、ロジャースと提携して iPad を配ると21,000台、21,000台。しかもこれ、無料。トロント市内だけ？らしいです、らしいです。ただまあ、これも最終的にコンファームというか、まあ、実際にどれにしますっていうのは出てないですけど。iPad 本当に持ってませんか？なくて困ってますか？だったらあげますよ、みたいな感じになるんだろう。まあ、そうなるのか、か、まあ、まあ、申告制なのか、ね、それは国民性を信頼したい。はい。うん、いうことでですね、iPad を配られそうですけども、はい、きっと BC もそこに追随していければ、多分こういう動きは、結局学校がね、うちびちゃんたちが結構お家にいるんで、うん、そういった部分での政策はこれからだと思います。やっぱり今ってどういう状況かというと、結局は最優先で、うんうん、インカム。うん、収入を片付ける、はい。で、その後ろから始めて、エンターテインメントとは言わないけど、教育だったり、そういった部分を、またちょっとずつ整っていく。うんうんうん、予算って結局最初から、こんな困難な時期に、最初にスイッチは買わないじゃないですか。うんうん、まずは米じゃないですか。まず、買って、それでちょっと余裕が出たら、ニンテンドースイッチ買う、ね。スイッチ買うっていうところなんで、まだ、今現状の支援策はスイッチに来てないんです、うんうん。最初はまだ米の段階なんで、それは追って、はい、期待したいですね。って言うてますけれども、もう感じで2時間ぴったし来ましたよ、はい、また。だからまあこの状況をね、どうやってこう過ごすか。あ、まあ一つね、はいはい、僕が、今使ってる皆さんですね、うん、VPN サービスたくさんあるんですけど、うんうんうん、僕は日本のドラマとか、ネットフリックスでどう見てるかっていうところで、うんうんうん、もしご存知ない方がいたら、言ってください。この MyIP。これ。お月額1100円なんですけど、うん、最大2ヶ月無料体験なんです。あらということは、今申し込めば、なんと2ヶ月間無料で使える、これ。6月17日まで。IP ですね、これね。おー、ほう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 。これをですね、やってください。そうすると、はい、なんと、うん、Netflix も、Amazon プライムも、うん、あと、日本の TVer とか、フルとか、そうそうそう、あと、パラビ。お？パラビってご存知？初耳でございますが。パラビ。パラパラだけをやってるやつですかね、パラビ。うん、これですね。パラビ、はい、はい。月額。うん。もう月額1000円。これ2週間無料体験ね。ネットフリックスと同じですね。そうそうそう。あ、グランメゾン東京も見れますね。すごい。水曜日のダウンタウンも。あ、見れる見れる。水曜日のダウンタウン見れる。そのおかげで、うちの子は水曜日ダウンタウンって、めっちゃ発音いいけど、ね。あと、あ、そう、レンタル何もしない人、今ちょっと話題のね。はい。あ、いうことで。あ、ノーサイドゲーム。ノーサイドゲーム。めっちゃ話題になりましたよね。はい、はいはい。下町ロケット。まあ、池戸潤慶。今度ね、鉄の骨が出ますけども。ほー。うん、下町ロケット。こういう感じですね。日本の。そうそう、アニメめっちゃある。うんうんうん、
いう感じで、このパラビの部分も見れますんで。はい、この間、そう、うん、そう、何、iPhone とか iPad を使って、はいはいはい、Mac で VPN のこの MyIP をですね、使って、なるほど、なるほど。繋いで、うん、パラビでやると見れたっていうね。なるほど、なるほど。で、これを、このテレビにうまく設定すればさ、HDMI ケーブルで繋ぐと、うん、普通にパソコンからね、ビット、ビット行けば行けちゃうわけであって。そう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 、ご飯見ながら、ノーサイドゲーム。ノーサイドゲーム。うん、いやー。感じで見れますんでですね。これはやっぱりね、日本人はね、うん、やっぱりみんなこれ見たいと思うな。うん、なんやかんや、日本のドラマのクオリティって、水曜日のダウンタウンとかね、面白いしね。高いですからね。テセウスの船ね。はい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 、はい。猫村さんドラマになったんだ。何それ今日の猫助。今日の猫村さん、俺漫画で読んだ。星より子さんっていう人、ね。猫村さんっていう、まあまあ有名というかあれなんですけど。まあまあまあ。でもそういう、なんかいろいろありそうですね、これ。はい。だって見てくださいよ。金八先生第1シーズンです、ね。第1シーズン。これ、若。若。ね、若、まあ、チョークの持ち方独特。配信中です。赤の鳥、はいはいはい。はいはい。まあだからうちはね、池井戸潤なり、その、はいはいはい、はい。うちの奥さんが好きな東野圭吾だったりとか、はい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 、あと、ワウワウのね、ドラマ W っていうね、4話か5話ぐらいの完結の。あるんですよ。CM がない。で、しかも、視聴量をちゃんと取ってるから、おドラマの質がいいわけ。なるほど、なるほど。いうドラマ W とかっていうことで。うん、でもこの間、Amazon プライムの、はい、芸人さんがやってる番組をちょっと見たんですよ。うんうんうん、いや、なんか地上波とはやっぱ違くて。Amazon の、Amazon プライムの日本ね。はい、実は、うん、自分もう日本に住んでないから、うんうん、VPN も使ってなくて、うんうん、こっちの Amazon プライム入ってるんですけど、うんうん、カナダの Amazon プライムでも見れるんですよ。うんうん、一部そう見れるやつはあるの。だけど、そうそうそう全部じゃない。そうなんです、全部じゃない。あれ見れる？何でしたっけ？カリギュラ？カリギュラじゃなくて、はあ、なんだ。やばい、またシナプスとニューロンが。え、何系？またつなぎます。松本人志のドキュメンタル。ドキュメンタル。ドキュメンタル。見れます。いう感じで、うん、ドキュメンタルも見れるしね。相席食堂一押しです、ね。めっちゃ面白いんですよ、相席、ね。うん。あ、すごい、特急じゃ。特急じゃ。特急じゃはいいかな。特急じゃ。なんか見れちゃうんですよね。アマゾンプライムだから、うん、仮面ライダーアマゾンも見れちゃうし。ということで、はい、まあ、個人的に、僕のツイッターでも連絡をしてくれれば、設定の仕方とかですね。うん、おすすめとか、ね。いろいろおすすめとかですね。はい、まあ、もっとね、エンジニアが、こういう形で、設定お手伝いしますんで、はい、まあ、皆さんがですね、少しでも、うん、今のこのね、うん、状況を、楽しめる方法を見つけていければいいんじゃないかなと思います。うんうん、うちらも言うてるだけというよりは、本当になんかやらせてください。じゃないとね、もう家にいると。うんうん、もう。っていう。どん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 こうやってね、絡んでもらって、はい、それをまあ紹介していって、まあみんなが楽しく、ね、うん、楽しくって言ったらね、うん、あれだけども、ちょっと役に立ってね、有益なことが、ここでよかったらなと。もう本当にね、ちょっと笑わせてもらいました、なんか。いや、嬉しいね。嬉しすぎますとね。だって、茶色トークせずに、これを。そう、ね、そう。しかも、まさかの背場ですよ。背場。背場で来たとは思ってなかったんです。本当もうこの間 KFC 食べた話をもう延々としたいけども、またそれは今度ということで。ね、はい、はい。ぜひぜひぜひ。2時間、はい、あっという間に経ってしまいましたけども。いや、なんか話しても楽しかったですね。はい、うん。なので、ぜひぜひ、引き続きライフバンクーバーも、記事を。また、公開されたものに合わせて順次いろいろと、一番早い時間で違約になりますが、公開はしていきたいと思ってます。はい、最後にライブアンクバラしましょう。ライフトロント出したもんね。あ、そうそう。姉妹のライフトロントのですね、ライブ配信をやってますんで、ぜひ。はい。お願いします。はい。ちょっとね、バンクーバーとはまた違って、はい、状況も変わってると思いますし、うん、しっかりと、トロントオフィスの、はい、方が、そこでしっかりといろいろとお話が入ってくると思います。はい、スターティングフォーム。買わんぞ。Google。絶対買わない。ね、はい。はい。ということで、皆さんぜひぜひ、コンタクトレンズ、ね、ビザのことは、ビザ JP カナダにね、相談いただいて。はい、特に今悩んでる方多いと思います。ね、まあ、保険もありますし、ということで、はい、皆さん、スポンサーさんのところのサイトもですね、はい、ぜひ見ていただけたらいいなと思っております。はい、今日の放送も、スポンサー様の、ご提供で、はい、送りました。この番組の提供はですね、はい、この番組の提供は、はい、ライバンクーバーの蝶とアレックスがお送りしました。はい。なので皆さんまた来週。ありがとうございます。また来週よろしくお願いします。では皆さん、良い週末をお過ごしください。